平日のいきなり16時半に予告もなくスタートするということで、ちょっとね、もう年末年始最後の物減らし相談会ということで、最近僕 YouTube でめちゃくちゃ視聴者さんの家に行って片付けるという企画をやっておりまして、で、今込み込み11人ほど片付けて、でやっぱそんだけやってると、なんかこう捨てられない人の共通点というか、なんで片付かないんだろうみたいなののデータが、結構取れてきたので、今回はなので、ちょっと捨てられない人の特徴で、逆にそれをどう乗り越えていくかみたいな話をしつつですね、で物減らし相談会ということで、今まではどうやったら物を減らせるのか、具体的に例えば粗大ごみとかに出すような大きな家財に関してはジモティーを使ったらいいですよとか、メルカリの梱包配送を頼める便を使うといいですよとか、で逆に物を買うときは最初から買うんじゃなくてレンティオとかいうサービス使ったらいいよとか、そういう具体的なサービスとかも紹介するし、後で話すんですけども、今回はだから不特定多数に対して僕が喋るんじゃなくて、概要欄見てもらうと、無料の個別物減らし相談会申し込みはこちらっていう形でリンクを貼ってると思うんですが、年末年始1月から僕からのお年玉企画ということで、Zoom を使って1対1で物減らし相談会をやらせていただきます。なので、渋にちょっと物減らしの相談、どうやったらミニマリスト生活なれるかというか、こういう理由があって物が捨てられませんとか、逆にどうしたらいいですかみたいなのは、皆さんお悩みあると思うので、僕が Zoom を使って1対1で、60分1時間ほどお話しさせていただこうと思っているので、興味がある方は概要欄に URL 貼ってます。でそこが LINE ですね、僕の公式 LINE になっているので、でそこに「物減らし相談会」とだけ入力していただけたら、日程調整の LINE をお送りするので、興味がある方は LINE にてお待ちしております。で、注意としては、ちょっと僕もね、やっぱり一人一人1時間取ってお話しするので、そんなちょっと何十人何百人は見れないので、定員があります。なので申し込みはお早めにっていうのと、たらたら僕と喋りたいみたいな、渋さんのおかげで物減らせましたみたいな、それもありがたいんですけど、お便りっていうよりは本当にちょっとお悩みがある方、こういう理由でなかなか捨てづらいんですとか、ちょっと後押ししてほしいみたいな、ちょっとまだミニマリストになりきれない方とかのお悩みを聞いて、で僕もその、ね、話を聞いて今後どうしようっていうような、ちょっとデータを取りたいっていうのもあるので、なのでちょっと僕とまったり話したいっていうよりは、本当に悩みがある方をお待ちしてますっていうのが注意の一つと、ちょっと申し込みはお早めにということで、はい、ちょっとそうですね、お待ちしております。っていうのが最初のお知らせですね。申し込み方法は概要欄に貼ってあるので、 LINE からお待ちしておりますっていうのと、あとイベントをやります。1月17日に六本木の蔦屋書店さんで、東京都内なんですけど、1月17日水曜日の、19時から、平日なんですけども、夜の19時からやらせていただくので、仕事終わりとかに来ていただけると嬉しいですっていうので、ちょっとまだ六本木ですね、福岡にも六本松っていう蔦屋書店があって、ちょっと紛らわしいんですけど、福岡ではなくて東京六本木港区の豪華な蔦屋書店さんにてイベントをやらせていただくので、ちょっと渋と喋りたいとか、直接会ってみたいという方は、お待ちしてます。で、まだちょっとイベントの申し込みはまだちょっと URL できてないので、また後日僕の SNS とか YouTube の、コミュニティ機能を使って URL をお送りするので、1月17日の19時開けといてもらえると嬉しいです。僕がね、東京の書店、書店でイベントするってことは、そういうことですね。はい、っていうので、1月17日にイベントがありますっていう感じで、ちなみにね、僕ピンマイクつけてるんですけど、聞こえてます？そう、なんかね、最近僕一眼レフ手放したんですよ。僕が手放したもの、そうそう、昨日も買ったものと手放したものをまとめて話したんですけど、そこで言い忘れてたのが、僕一眼レフマジでもう100万円分ぐらいの機材が家にあったんですけど、もう全部売りました。半額ぐらい返ってきましたね、4、50万ぐらい。でも本当に超身軽になった。もう今のライブ配信も iPhone だけ、iPhone が今手元に2台あるんですけど、もう YouTube もライブ配信も iPhone だけ、
でやっていこうと。やっぱ一眼レフがあるとね、フットワーク重くなるんですよ。画質は綺麗だしいいんだけど、やっぱその YouTube の企画で物減らす企画やると毎回6時間8時間とか撮影するから、データ容量もバカならんし、バッテリーもすぐなくなるしっていうので、やっぱ iPhone が一番いいよねっていうので原点回帰ですね。まあ、僕 YouTube 始めた時にもう iPhone だけで始めて、 iPhone で編集してそのまま投稿するっていうスタイルをやって、そこから画質にこだわるようになって一眼レフとかも使うようになったんですけど、まあ、この iPhone15 がすごい画質も綺麗になって、やっぱ iPhone で撮ってね、 iPhone で編集して探ってあげるのが一番行動のハードルが下がるので、うん、やっぱ iPhone いいなと思って、はい、一眼レフを、まあ僕好きなんですよね、カメラとか、なんかこう綺麗な画質でとか、うん、コンパクトなカメラ探したりとか、まあ多分一眼レフだけで込み込み2、300万ぐらい投資使いましたね。まあ当然売ったりもしたんで、まあ、カメラは結構買ってもそこそこ高値で返ってくるんで、まあそれ込みでお金使ってますけども、とはいえね、そうさ、やっぱあと一眼レフとかだと落としたらどうしよう、なくしたらどうしようみたいな、あの僕我が家水没してるんですけど、水没した時に真っ先に持ち逃げたの一眼レフでしたからねっていうくらい我が家の一番値段が高い高級家財が一眼レフだったんですけども、もう全部売りました、この年末年始12月に。僕にとっての大掃除はもう本当に一眼レフと型をつけるっていうのが、そうですね、最大の壁だったんですけど、はい、っていうので頑張って売りました。っていうので実はですね、今回ピンマイクをつけて、そうそう、やってるんで、多分音質かなり綺麗だと思います。であとね、ピンマイクつけると多分こう反響しない、ミニマリスト部屋あるあるなのが、物の数が少ないから声が反響するっていうのがあるんですけど、そのせいで YouTube 撮ってると結構声が反響して怒ってるように聞こえるんですけど、まあ、これだとちゃんと直に伝わるので、であと多分距離をね置いてもちゃんと聞こえるはずなんですよ。ちょっと僕あっちに行きますけど、まあ、多分声が音量変わらず聞こえてると思いますっていうので、まあ、どこに行っても音量が一定で聞こえやすくなったかなということで、いやこれもっと早く買えばよかった、うん、一眼レフよりこっち優先するべきだったなっていうくらい、まあ、やっぱ なんで今までピンマイクつけなかったかっていうと、まあ、例えば映像は撮れてるのにピンマイクの設定ミス、電源付け忘れで映像は撮れてるけど音だけ撮れてないとか、なんかそのね、まあ、バッテリーが途中で切れてみたいなことに気づかずっていう、それで音が撮れなかったら本当に元の子もないなと思って、でやっぱりまあ道具も増えるしっていうので、固くなりつけなかったんですよ。もうコメント欄でもいっぱい来てるんで、やっぱりちょっと音質改善してほしい、まあ、とはいえね、まあ、やっぱりそういうちょっと機材が増えてと か配慮しないといけないことも増えるから遠慮してたんですけど、最近僕友達のヤリジンペイ君の家に行って片付けてきたんですけど、その時にヤリ君がこの DJI マイクっていうのを YouTube で使ってて、でそのまま僕がちょっとヤリ君が使ってるのを使わせてもらったら、これがすごい使いやすくて、そうそう、ちょっとね、多分中身パカッて開けるとまたなんかいろいろちょっとめんどくさいことになるからあれだけど、まあ、ここにピンマイク一式が全部詰まってて、で iPhone と簡単につなげられてって、なんかこうヤギくんの使わせてもらって、あ、これなら俺でも使えそうと思って導入を決意したっていう、だからヤギくんにその点すごい感謝してますね。はい、っていう感じで多分音質もすごく安定してると思います。でよかったよかった、コメントを、そうですね、ありがとうございます。はい、そう、凝り出すと更新頻度が下がる、いやそうなんですよ。最近とか僕12月めっちゃ動画投稿してたでしょ。まああれはやっぱり iPhone に切り替えたっていうのもあるし、まあね、 YouTuber 的な事情で言うと、まあ、やっぱ12月ってその広告単価、お金がいっぱいもらいやすいっていうのもあるし、年末年始の大片付け、やっぱり皆さん今年末年始だから片付けてると思うんですけどね、やっぱり片付け動画見ながら頑張りたいって人も多いだろうなと思って、で最近僕はひたすら視聴者さんの家に行って片付けるっていう企画をやってるんですけど、もうやるならこのタイミングだと思って、ね、めっちゃ上げてるんですけど、そうですね、まあ、そういう意味でもやっぱり iPhone で撮影してるからフットワーク上がって更新頻度上がったっていうのはすごくありますね。確かに、いやマジこれ買ってよかった、買ってよかったもので紹介しなかったけど、まあ来年紹介しよう、年末年始、うん、これちょっと買って間もないんで。ただちょっとしばらく上がる動画、多分1月くらいまで上がる動画は一部片付けの動画とか多分まだこれ導入してないんで、そうそう、これ導入する前にため撮りしたやつが上がるから、
そう、ちょっと2月以降とかになるかな、ちゃんとこれを使った片付け動画が上がるのは、はい、っていう感じですね。はい、っていう形で、まあ、ちょっとまた引き続きになりますけど、僕と個別で物減らし相談したいって方は概要欄の LINE から僕を友達登録して、そこに物減らし相談会と打ってもらえたら、まあ、詳しいことは概要欄見ていただけるとっていう感じで、まあ、1月お片付けさせていただくのでよろしくお願いします。はい、っていうので、まあそうですね、あの物減らし相談会始めます。はい、でまあいつもこういう手順で服から減らした方がいいよとか、そういう話をしていくんですが、まあ、最近はいろんな人を片付けて気づいた物が捨てられない人の共通点をちょっとまとめたので、それを喋ろうと思います。で、やっぱり片付かない人の特徴が今パッとメモしたのがちょうど8個ありました。8個あったのでとか、あとコメント欄でもぜひ書いてください。今ちょうどあったわ。韓国アイドルのオタ活グッズが捨てられなくて困ってます、どれも大事な思い出なんですみたいな、まあ、ちょっとそういうのも拾っていこうと思うので、なんかちょっとこういう理由で捨てられないみたいなのがあったらじゃんじゃんコメントください。ちょっと拾えるものは頑張って拾います。っていうので、まず捨てられない人の特徴1個目が、長期でダラダラやりがちなので、まあこう短期集中でやりましょうっていう、もうこれは僕口酸っぱく言ってるんですけど、あのね、物が大量で、まあ、それこそゴミ屋敷に近いとか汚部屋って言われるような人ほどダラダラやりがちなんですよ。で、そういう物が大量の人ほどもう一気に短期集中でやらないといけないんですけども、まあ、こうミニマリストの定番の捨て方で1日1捨てみたいなのが、1日1社っていうのかな、まあ、ちょっと正式な読み方知らないんですけど、まあ、そういうのが流行ってることもあってね、ね、なんか1日1個ずつコツコツ捨てるっていうのも、まあ、否定はしないんですけど、やっぱ片付けにおいては短期集中でやるべきだと僕は思ってますし、実際今何人か捨てて中でやっぱり捨てられない人はみんな結構長期でやってきたっていうことがあるので、だからこそこの年末年始ですね、大晦日とか、まあ、今それこそそろそろ皆さん仕事納めなんですかね、もう年末年始だから仕事をね休みって人もいると思うんですよ。で、結構今ご自宅に皆さん家族が集まってると思うので、ね、みんなで協力して片付けてほしいんですよね。で、僕みたいな一人暮らしの人とかだったら土日の連休とか、まあ、自分の好きなタイミングで一気に片付けられるんですけども、それこそ同棲してるパートナーがいる家族でとかなってくると、その家族のものも含めて捨てないといけないというか、その相手のものを勝手に捨てるわけにはいかないじゃないですか、ね、まあ、よくあるのが、その自分がミニマリストだからパートナーの人にもミニマリストになってほしいっていうので勝手に捨てちゃうみたいな、まあ、ミニマリストに限らずですけど、パートナーのものを勝手に許可取らずに捨てるっていうのは本当によくあるトラブルの種になりがちなので、まあ、だからこそちゃんと許可を取ってこれ捨てていいのかなとか確認しつつ共同作業でやってほしいので、まあ、年末年始まとまった時間があるタイミングでやるっていうのも大事だし、短期集中で何がいいかっていうと、まず全部持ち物をバーッと取り出すから、自分の所有量を全部把握できる、自分がどれだけの持ち物を、例えば服は何着、 T シャツは何枚持っててとか、なんかタオルは何枚持っててとか、一気にバーッと取り出せるんで、まとまった時間があることで、まあ、だから自分の全体量を把握して比べながら、これがあるからこれいらないよねみたいな捨て方ができるから、まあ、ミスが少ないし効率もいいですっていうのと、あれですね、モチベーションが続く。やっぱりね、1日1個とかコツコツやってもなかなか生活が変化しないので、なんかね、片付けた実感が湧かないんですよ。でも短期集中でバッと捨てると収納の中身に余白、余白の空間が生まれてとか、使えるスペースが広がったりっていうので生活の変化を感じやすいから、モチベーション続くんですよ、短期集中でガッてやった方が。まあ、なので長期でダラダラやらずに短期集中でやりましょうっていうのが一つ目ですね。はい、うんうん、まあ、それこそね、よくテレビとかでも芸能人の家に行って一気に片付けるとか、なんかビフォーアフターとかね、まあ、それこそ僕がやってるような視聴者さんの家に行って片付ける企画とかって大体成功するじゃないですか。まあ、当然ね、なんかテレビの企画でカメラが入ってるプレッシャーで片付けてるとかもあると思うんですけど、やっぱあれってちゃんと撮影するためにまとまった時間を取るから
ちゃんと片付けがうまくいくっていう。そうそう、例えば僕最近なんか朝ですっていう福岡のテレビ番組に出させてもらって、でそこでなんかテレビ局の人のスタッフさんの家に行って片付けたんですけど、まあね、テレビで放送されたのはもう本当に8分とか12分、まあ要は片付けのシーンだけで言ったらもう 4,5 分ぐらいしか流れてないんですけど、実はその 4,5 分の片付けシーンの裏にはもう6時間近い片付けの作業があったっていう。そう、実はね、あれ6時間くらい撮影してそれがもう4分にまとまってるっていう企画なんですよ。そう、だからそれくらいやっぱね、まとまった時間取らないと片付けってうまくいかないですね。うん、でね、あと片付けってとにかくねスポーツなんですよ、本当に。物を分別している、いらない、でどういう基準で、まあ、よく言ったら僕迷ったら捨てろみたいなこと言いますけども、で捨てつつ、捨てながらそのなんで捨てることになったのかを考えろと、こうセールに釣られて買ったとか、パーソナルカラーに合ってなくてとか、まあ、いろんな理由で捨てる理由があると思うんですけど、っていうことを考えてるとすごい脳のエネルギーも使うし、こう物を取って移動させてゴミ袋詰めて、で分解して、で外に出してってやると本当にもう肉体労働なんですよ、本当本当。っていうので、まあ、やっぱりまとまった時間取らないとそれもできないし、そうそう、はい、とにかく短期集中でガッとやろうっていう話です。コメント欄にもあるけど、そう、一気にやるとビフォーアフターがガラリと変わるから、その後維持するモチベを保ちやすいと思います。そうそう、だから結構僕の YouTube 動画を見て、最近ね、なんか渋さんの動画を見ながら片付けてますって方多いんですけど、多分僕の動画を通じて1日で一気に捨てて、でこうね、ビフォーアフターで物が減った様子を見て、あ、こんなに変わるんだ、じゃあ頑張ろうみたいな風になると思うんですよ。そうそう、まあ、それこそ最近片付けた女の子でホナミンっていう、そのまあ、お部屋、ゴミ屋敷一歩手前のもともと DJ やってた女の子がいるんですけど、あの子とかめちゃくちゃ物多くて、僕が今まで片付けた中で一番捨てたんですよ。25袋ぐらい、もう部屋が埋まるくらいのゴミ袋を一気に捨てたんですけど、あの子すごくて、あれ1日でやったんですよ。1日9時間もう昼から夜まで9時間みっちりやって、あんだけ捨てたからめちゃくちゃ変わったんですよ、1日で。で僕今何人か片付け並行して行ってるんですけど、やっぱね、まあ、大体2日とか、長い人は2日とか3日、長い場合も4回行ったりしてますね。4回、最長でもう15時間とか人によっては片付けてるんですけども、そうそうそう、あの子はねすごかった。もうポン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 捨てたから、1日9時間で一気にあんな捨てたから、もう部屋もめちゃくちゃ広くなったしっていうのでね、あれはすごい見てて気持ちよかったと思うし、逆に言うと頑張ればあれだけ一日で生活変わるんですよね。そうそうそう、だからその物減らすのって、例えばダイエットとかと違って、人間の体のダイエットとかと違って一日で終わるんですよ、頑張れば。だからこそ短期集中でやってほしくて、まあ、それこそ筋トレをやります、ダイエットをやります、語学学習で英語を学んでます、プログラミングをやりますっていう、何かこう自分を変えたいと思った時にね、勉強するにしてもやっぱね、積み上げていく、ちょっとずつやらないと基本成長しないんですけど、片付けにおいてはもうね、短期集中でやれば1日で片付け終わっちゃうんですよ。そうそう、まあ、だからこそ長期でダラダラやるんじゃなくてね、もう一気にやってほしいっていうのが、まあ僕からのお願いですね。はい、うんうん、っていう感じですね。まあ、なので片付けられない人の特徴、一つ目は長期でダラダラやりがち、短期集中でやりましょうというお話でしたね。はい、で二つ目がですね、収納が多いです。二重収納をしてるとか。そうそう、やっぱ物が多い人の家は収納がとにかく多いので、まあ、こうミニマリストの本とかにももう定番で書いてあるのが、収納から捨てましょうっていうのはよく書いてあるんですけど、本当にそれを思いましたね。うん、っていうのでね、みんなやっぱり衣装ケースとか、あと僕もやりがちですけど、無印良品のね、ポリプロピレンのケースとか、ああいうので何個も買って統一してってすごい気持ちいいですよね。そうそう、収納の何が立ち悪いかって、値段がそこそこ安い、無印良品とか行ったら、まあ、安いやつは500円とか、でっかい衣装ケース買ってもまあ2000円くらいで、しかもなんか役立つ感じあるじゃないですかね。買っても収納できるし、なんか無駄にならないだろうみたいなので買いやすいんですよ。
で、しかもなんか綺麗に配置するとすごいすっきり見えるというか、なんか同じものを並べるのって気持ちいいじゃないですか。僕なんかその毎日同じ服を着るっていう生活やってるんですけど、その同じ T シャツがかかってるとか、同じセットアップが吊るしてあるのってすごい気持ちいいんですよ。まあ、それが理由でやってるのもあるんですけど、なんかね、同じものが配置されてあるってすごい人間気持ちよく感じるんですよ。まあ、それこそね、ミニマリストって実はこう、物が少ない人ではなくて、そのミニマルアートっていうアートとかデザインの概念から来てるっていう話はよく本とかでもやってるんですけど、ミニマルアートの手法として一つやるのが反復っていう手法があって、まあ、要はなんかこう同じようなスツールとかなんか2個並べたりするとなんかね、おしゃれに見える。同じものを繰り返し置くとなんかそれっぽく見えるっていう、のがあったりして。そうそう、そうなんですよ。だから服とか衣装ケースとか何でもそうなんですけど、人間同じものがこう綺麗に統一されてあるっていうのを美しく感じるようにできてるんですよね。っていうのがあって、そうそう、だからね、収納はそれで増えがちだし、収納があることによって結局隠しちゃうんですよね。そうそう。まあでももうこれは本当に皆さん分かってると思うんですけど、結局その部屋を綺麗にしようとして物を減らさずに今あるものを整理整頓して収納の奥に隠したところで、それはもう一時しのぎでしかないんですよ。後回しにしてるだけで、結局そのまんまどんどん隠して、でまた物買って収納に入れてっていうのをやってると、どんどん物膨らんで、結局収納からまたはみ出て、でまた収納買わないといけないっていう。だからね、まあよくね、捨てない片付けみたいなね、まあ、本とかもあるし、なんか捨て、なんかやっぱりミニマリストが流行ってるからこそ、例えば書店に行くと捨てない片付けとか、なんか逆にもう物をたくさん抱えて生きる、なんかこう魅力を伝えてる本とか、まあ、それはそれでいいんですけど、やっぱね、こと片付けにおいては絶対に物減らさないと問題は解決しないですね。やっぱ減らさない、捨てない片付けっていうのはもう後回し、現実逃避でしかないので、絶対どっかのタイミングで減らさないとパンクしちゃうんで。そう。っていうので、まあ、捨てられない人の家の特徴はまず収納が多いと。なので、収納を減らしましょうと。で、収納の中身を減らしたら、収納が開くんですよね。で、その時にやりがちなのが、物減らして収納開いた。あ、開いたからこれ別のもの収納できそうみたいな。また開いたところにまた埋めちゃうっていうのをみんなやっちゃうんですけど、まあ、その気持ちもすごいわかるんですけど、もう、物捨てて収納が開いたその瞬間にできたらゴミ袋に詰めるってことをやらないと、結局また甘えちゃってそこに詰めちゃうので、もう収納の中身減らしたら収納そのものもセットで捨てるっていうことをやらないとまた物増えちゃいますね。っていうので、物が減らない人の特徴2つ目は収納が多いと、あとあれ、二重収納。そう、二重収納をやってる人が多いっていうのをちょっと話したいと思うんですけど、まあ、二重収納は何かっていうと、例えばね、この前マイホームの方の家を片付けた時に、そのキッチン自体に、キッチンの棚に収納があるんですけど、まあ、要はそこに直接放り込めばいいのに、収納の中にさらにその100均とか無印良品に置いてあるカゴとかを詰めて見えないようにしてみたいな。だからそのキッチンの棚の中にある海苔とか食材、調味料を取り出すために、キッチンの棚を開けて、でさらにその収納を取り出すっていう二度手間がかかってるんですよ。まあ、これ二重収納っていうんですけど、物を取り出すための工数、まあ手数ですね。手間が増えれば増えるほど結局人間面倒くさくなっちゃって、取り出さないとか、で中身が見えないせいで、その残量の把握ができないから、何が何個残ってるかっていうのが頭の片隅から消えちゃうし、賞味期限も把握できなくて捨ててしまうみたいな。そう、だから収納の数が多いっていうのもそうだけど、収納の中に収納、もうマトリョーシカみたいな、収納の中にまたその中を美しく見せるためにまた隠してみたいなマトリョーシカになって、物が奥に眠っちゃって、で結局使わずに眠ってるっていうパターンがすごく多いので、二重収納も注意ですね。まあ、あとゴミ袋とかもそうですね。前片付けた方でゴミ袋の中にさらにまたなんかゴミ袋、まあ、その方曰くその水物、キッチンで使った生ゴミとかを入れて、いやなんか水漏れ、ゴミ袋が破れて水漏れが怖いからっていうので、常になんかその
指定のゴミ袋プラス100均で買った透明のゴミ袋みたいな感じで袋をね二重にしてたんですけど、そうそう、実際その方のだからね、そうゴミ捨てもあんま行かないでためがち、そう、あのゴミ袋二重に、まあ、そう分かります、水漏れが怖いからとか分かるんだけど、まあ、そもそもあの水物をそもそもゴミ袋に詰めるとダメなんですよね、まあ、ちゃんと水生ゴミとかも絞ったりとか飲み物とかもちゃんと流してからゴミ袋入れないといけないんで、まあ、そもそも水漏れの心配をしてるのが良くないんですけど、そうそうっていうので、まあ、なんか二重にしないと不安みたいな人は多かったですね。はい、二重収納に要注意という話でした。で、次片付かない人の特徴3つ目がですね、売れるから譲れるからもったいないから、この3つの言い訳をして捨てないっていう、もうこれも王道ですね、まあ、特に一番多いのが売れるからですね。はい、みんなね、物を買ってで無駄遣いして、でせめて無駄遣いした分を少しでも取り戻そうとしてね、なんかこう物を売って回収できないかってことを考えるんですけど、もうそもそもね無駄なものを買った時点でダメなんですよね。だから注意してほしいのは捨てる時に欲を出さない、物を捨てる時に欲を出さないっていうのをやらないと、結局またそのこれ売れそうって言ってメルカリに後で出すからで友達の誰々に譲れるからっていうので、その後で減らすものをボックスみたいな感じでそのまた物置に眠って、でも結局日々みんな結局仕事が忙しい、友達と遊びたい、趣味の時間もあるしとかやりたいこといっぱいある中で、結局ねその売る手放す譲るっていうのは後回しにしちゃうから片付かないっていうのがあるので、もうね、そうそう、情熱にも賞味期限があるんですよね。捨てたいと思った時にもう一気に捨ててしまわないと、結局後回しにするとまた仕事が疲れてとかね、友達との見解があるからっていうのでまた後回しにして片付かなくなってしまうので、売れるから譲れるからもったいないからっていうので、やっぱね、ま、もうめちゃくちゃ値段が高いものとかいいんですよ。例えば自分の中でまあ、値段がもう5000円以下だったら捨てるとか、まあ、そういうボーダー決めてもらっていいんですけど、やっぱねみんななんかそのなんかマスキングテープとか、 なんか100均で買ったものとかプチプラの服とか、なんかそう、もう売っても2足3本もう数十円数百円のものもなんか売ろうとして結局捨てないみたいなパターンの人がめちゃくちゃ多いので、はい、で、まあ、売ってもいいです、売ってもいいんだけど売るんだったらもう片付けをやるその日のうちにやるっていう。で僕の YouTube チャンネル の視聴者さんの片付け企画では、まあ基本的にもう売らない譲らないでその場でゴミ袋に詰めるってことをやってもらってて、でまあやっぱね中にはめちゃくちゃ値段が高くて需要があるものもあったりするので、それに関しては片付けをやる当日内に捨てるっていうルールにしてるんですよ。そうそう、だからこの前もなんかブックオフとかに行ったんですけど、あれはもう片付け終わった後その日にすぐブックオフ持ってってっていうことをやらないと、まあ、さっきもその情熱にも賞味期限があるって言ったんですけど、もうその物減らしてでそのまま勢いで売りに行かないと結局また行くのめんどくせえってなって捨てなくなっちゃうから、売ってもいいけどもやるんだったらその日のうちにっていうふうに言ってるので、はい、なので捨てられない人3つ目の特徴が売れるから譲れるからもったいないからですね、はい、でね、そう結構、まあ、最近はなんかこう SDGs とかエコ意識の高まりもあって、なんかね物をゴミとして燃やすの良くないよねっていう罪悪感を得る人もいると思うんですけど、ね、リサイクルショップとかも、要はリサイクルショップって不要品回収の場所ではないんですよ。それこそブックオフとか不要品回収の場所って、まあ、都内一等地にそのあんだけ広いねお店を借りて、で要はお客様の不要品を一時的に預かって在庫リスクを抱えてそれを他のお客さんに売るっていう、だから値段がつかないものを持ってこられてもブックオフとかその、ね、リサイクルショップ困るんですよね。そうそう、まあ、よくは値段がつかずにもう引き取ってすらもらえないみたいな、そうそう、だからなんかあなたにとってのガラクタは大体他の人にとってもガラクタであるということで、値段がつかないようなものをリサイクルショップに持っていくのは本当にお店に対しても迷惑だし、そうそう、でもっと言うとゴミ袋に捨てるっていう痛みを味わわないとまたリバウンドしちゃうんですよね。でこう物を減らすっていうのはこう自分の愚かさを知ることだと思ってて、ね、まあ、要は捨
捨てるってことは買わなくてもいいもの、使わなくていいものを増やしてしまったわけなので、ね、捨てるときにはよく原因分析をしろって言ってるんですけど、その欲しくもないのにセールに釣られて買ったとか、ね、なんかこう友達に勧められるがままにとかいろいろあると思うんですけど、そうそう、やっぱ捨てるときはね、自分がなんで失敗したのかっていうのを分析するからこそ、そう痛みを伴うんですよねっていうこともあって、そういう意味でもだからこそちゃんとゴミ袋に詰めて反省して、で僕の教訓、僕の成長に役立ってくれてありがとうって、そうだから捨てたものに唯一意味を見出すのであれば、それを今後自分の人生の教訓にしていくっていう、捨てたものから学んでいくってことなので、そう、そういう意味でもちゃんとゴミ袋に入れて捨てるっていうのは本当に大事だし、まあ、そもそも SDGs とかエコの観点で言っても、そのゴミにしてもいいやっていうものを買ってる時点で、もう増やしてる時点でエコじゃないんですよ。まあ、それこそ僕もさっきあの一眼レフをもう全部手放したって言いましたけど、一つもゴミになってないんですよね。そうそう、だからまあ 僕は結構だから趣味のもの結構あります。ガジェットとか趣味なんですけど、まあ、できるだけノーブランドのものとかは買わないで、まあ、それこそ毎年 iPhone 買うから Apple 買うとか、なんかそうソニーの一眼レフ買うとか、まあ、そういうちょっと値段は高いですけども、ちゃんと売るときに値段がついて需要があるものを買って、最悪いらなくなっても誰かに使ってもらえるように、売れるようにっていうものしか買わないので、だからそうそう、だからもうそのエコとか SDGs とかもう分かるけど、そもそもゴミにしていいよねっていうものを買っちゃってる時点でもエコじゃないので、まあ、そこはもう本当に反省するしかないですね、うん、っていう感じです。で引き続きまして、捨てられない人の特徴4つ目がですね、場所別に片付けるです。場所別です。まあ、結構皆さんどこから捨てるか迷う人多いと思うんですけど、まあ、例えば机の上から捨てようとか、リビングのものを減らそうとか、うん、なんかキッチンのものを減らそうとか、なんかこう自分が片付けたい場所を片付けていくんですけど、まあ、それよりも僕がおすすめしているのは物別ですね。場所じゃなくて物ごとに片付けるっていう。だから片付けを始めようと思ったら僕は服からおすすめしてるんですけど、ちゃんともう最初に服を捨てるって決めたらクローゼットに行って全部服を取り出して、で自分がどんな服を何着持ってて、どんなズボン持ってて、でどの服と着回せるかとか、でこれがあるからこの服はもうなんか似たデザインのものあるからもうこれ機能かぶってるし捨てていいよねっていう感じで、ちゃんと物別に捨てないと、そうそう、まあ、特に服とかは分かりやすいんですけど、まあ、服って単品で捨てるよりもちゃんと着回しを、ね、考えながら捨てる、まあ、トータルコーディネートって言葉があるように、ちゃんと自分が持ってる組み合わせで、まあ、物を選ばない と単品で捨てちゃうと結構失敗すること多いんですよねっていうのもあるし、比較ができないから、これがあるからもうこれはいいやって思えない、そうそうそう、っていう意味でも効率がすごい悪いんですよ。場所別でやっちゃうと、例えば塗り散らかした服がリビングにあって、でなんか書類もあるし、なんかキッチン道具もあるしみたいな、なんか場所別でやっちゃうといろんなジャンルのものがごっちゃになってるから、単品でそれぞれ単品ですることになっちゃうんですよね。そうそう、まあ、だからこそもう物別、もう捨てるんだったらクローゼットの中で一気に服を捨てるとかで、服だけじゃなくて、例えばもう次は書類ですね、書類を捨てる、書類の時も他の書類を見ながらとか、まあ、キッチンもそうです。なので場所別じゃなくて物別にやらないと比較検討がしづらいので、まあ、失敗するよっていう感じですね。なので、4つ目は、場所別、捨てられない人の特徴4つ目は物別じゃなくて場所別に片付けてるっていう感じです、はい。で5つ目の理由がですね、捨てるときにクリエイティブになってるっていう、これね、なんかさっき言った捨てられない人の三大言い訳が、売れるから譲れるからもったいないからっていうので、まあ、特にこのもったいないからの部分をもっと深掘りすると、いつか使えるかもっていう理由で捨てない人はもうめちゃくちゃ多いですね。そうそう、でいつか使えるかもっていう時に、さらになんかこのいらない服パジャマで使えそうとか、でさっき空いた収納、収納の中身減らしたんだけど、あこの収納クローゼットで使ってたけどなんかキッチンで使えそうだなとか、なんかね、捨てる時にみんなねすごい頭働かせて、この時だったらあの時だったらみたいな、そのシチュエーションを無限に考えるから永遠に捨てられないっていう。だからいつか使えるかもとか、もったいないからとかっていう時にみんな捨てる時にクリエイティブになりがちなので、はい、
いつか使えるかもは禁句ですね。この時に使いたい、この時に使う、今も使ってるみたいな特定のシーンが即答できないのであればそれはいらないですね。はい、っていうね。あ、これからセールもあるので危険そう。そうですね、ちょっと話飛ぶけど年末年始は本当に危ないですね。まあお店に行くと年末年始のセールめちゃくちゃやってるし、福袋とかもあるんで、まあ、つい値段が安いからで買いがちで言うと、よくある話でその迷う理由が値段ならやめろみたいな言葉あるじゃないですか。そうそうそう、あのね、僕一番良くないのが安物買いの銭失いっていうのを言ってて、やっぱね、まあ、コスパ、まあ、なんかこうミニマリストだからこそ物は安い方がいい、値段もミニマムみたいな、まあ、消耗品とかだったらコスパは大事ですよ。なんかキッチンペーパーとか、なんかそう普段毎日使うものだからこそ、まあ、そこのなんかコストパフォーマンスを重視するのはまあいいんだけど、なんかまあ服とかガジェットとか日用品って、まあ、一度買ったらそんね基本使い切るものだから、まあ、そこをなんか安いからで買うとね、結局自分が使っててテンションが上がらないとか、で安いから買ったっていうのは結局妥協なので、そうそう、別にお金があったら別のものを買ってるわけじゃないですか。それってね、自分の一軍のアイテムじゃないんですよ。だからミニマリストの物選びって少数精鋭、一軍のアイテムに囲まれてっていう両立な考え方で、ちゃんと一点一点を大事にってことをやらないと所有欲が満たされないと。妥協して買っちゃうと、まあ、妥協して買ったしっていうので物を長く愛せないし、で結局そういうものって値段が安くなりがちなので、結局さっき言ったリサイクルショップに持っていくとか、メルカリに売るっていう時も値段がつきづらかったりで、なかなか売れないからずっと物置に眠ってるとかいうことになりがちだし、やっぱね、ちゃんとあのね、いいものはいいので、そうで、ちゃんと欲しいものに対してお金を払うっていうのは、その自分の好きなものに対する応援、まあ、僕とかこれこのスピーカー大好きなんですけど、まあ、これソニーのグラスサウンドスピーカーですね、まあ、これ価格3万5000円くらいするから決して安くはないんですけど、まあ、僕は本当にこのデザインが美しいと思って買ってるし、まあ、ソニーさん大好きなので、まあ、一眼レフもソニー使ってたけど、ソニーに今後も頑張ってほしいっていう、その商品開発してくれてありがとうございますっていう、まあ、お布施の意味もあるし、そうそう、だから自分がちゃんと愛用してるものの、そのメーカーさんにはちゃんとお金をね、こう回さないと商品開発してもらえないので、まあ、そういう意味でもちゃんと自分が価値を感じたものに対してお金を払うべきだと僕は思ってるので、ね、僕はアップル好きだから毎年アップル買うし、でそのお金がまた開発費に回って、また素晴らしい技術の iPhone16 が生まれてっていう、ちゃんといいものにはね、いいものをお金を回さないと、ね、商品、そうそう、メーカーさんも開発できんからっていうので、はい、あのセールね、この時期は危険ですね。まあ、最近だとアマゾンブラックフライデーとかもありましたけど、まあ本当にもう本当に自分が最初から欲しかったもの、もうこのスピーカーがずっと欲しくて、で貯金してある程度お金にゆとりが生まれたら買おうとかいうものがたまたまなんか買いたいなと思ってたタイミングでセールになってたら、それは当然僕も買いますし、セール、あとまあなんか食べ物とかですかね。僕もスーパーとか行ってなんか食材とか惣菜が半額とかになってたら、まあそれはちょっと買ったりしますしね、まあ廃棄になるくらいだったらね、誰かが食べて消費した方がいいしっていう、なんかそういう食材とか消耗品は僕もたまにセールで買うことはあるけども、そうそう、っていうのでね、あのまあセールは 100% 悪いとは言わないけど、基本的にやっぱり失敗しがちなので、セールはあんまり行かない方がいいですね、うん、っていう感じです。なので皆さんも気を引き締めて、はい、っていうかね、まあ、そもそもなんかもう僕ミニマリストになってからなんですけど、なんかこう何か欲しいからなんか買い物に行くってことはないですね。どういうことかっていうと、まあ、僕それこそアルバイトしてた時にそのアウトレットモール、あのファッションセンタービルみたいなところで働いてたんですけど、まあ、要はなんか給料日になって、でボーナスも出てなんかお金入ってきたし、なんか買い物行くかみたいな、そう買い物行くかみたいな考え方がもうないですね、僕、うん、ね、皆さん給料日になったらなんか買いたいっつって街に出かけるかもしれないんですけど、もうそのお金の使い方はやめた方がいいと思いますね、はい、僕はもうちゃんと僕が物を買う時っていうのは大体、うん、例えば
iPhone の撮影をしてて、でそれこそコメント欄で音質が悪いです、音質改善してくださいって言われて、あやっぱりマイク必要かなっつって、生活していく中で困ったり必要ってなった時にようやくどれ買おうかなっていう検討をして、で僕はこの DJI マイクを買ったんですけど、そうそう、生活していく中で困ったり必要になったりした時に買いに行けばいいわけで、なんかそのボーナスとか給料日になったからって買い物に行ってると永遠と物が減らないので、はいっていう、あ、美味しいもの食べ行こうとか、そう、体験にお金使うとかの方がいいと思いますね、まあ、自分へのご褒美は。そう、もうだからボーナスが出てとか給料日になってっていうので、まあ別に絶対お金使わずに我慢して節約しようとは言わないけど、僕はお金使うときはそういうものじゃなくて、まあ、物より経験、まあ、ミニマリストの言葉でねよく使われてますけども、物より経験、まあ、僕の場合はそういった、そうですね、旅行に行くとか、なんか美味しいご飯食べて美味しいご飯に行くとか、あと僕の場合はあの美容、ヒゲ脱毛に行くとか、なんか歯列矯正したんですけど、そう、ちょっと見てください、歯、あのもう昔の僕を知ってくれてる方は感動すると思うんですけど、だいぶ歯が綺麗になってきました。前歯のねじれがひどかったんですけど、こういいって言えるくらいには、あとでも1年かかるらしいです。1年間もう1回マウスピースで歯列を整えながら、でその後になんかリテーナーっていうなんか固定する機械をつけるらしいんですけど、はい、そうですね、てかちょっとこれバッテリー大丈夫かな、ちょっとチェックしていいですか、ちょ一瞬止まるかも、大丈夫かこれ、はい大丈夫、あと 41% あるで言うと、それちょっとこれ欠点に気づいたわ、このピンマイク使ってると充電しながら撮影できないな、まあいいや、はい、まだバッテリーあるんで大丈夫っていうので、はい、何の話してたっけ、はい、っていうので、まあ、物より経験にお金を使う方が僕は幸福度高いと思いますでね、物っていつか絶対なくなるんですよ、そうそう、物ってそれこそ絶対いつかなくなるけど、経験は自分の頭の中に残り続ける一生もの、一生ものが唯一あるとすれば、それはもう経験とかスキル、形ないものだけで、でね、まあ、僕それこそ家が水没してでもう床中ベタベタになって、でそれこそ僕あの段ボール式のペーパーベッドとか家具、そういうものが結構あの水に濡れてかびて、で使えなくなったりとかしたんですけどとかね、まあ、物っていつか劣化して壊れたり、まあ、最悪盗まれたりとか紛失したりとか、いつかなくなるものなんですけど、まあ、物より経験で形ないものはねずっと残り続けるので、まあ、なんか科学的な研究よりも研究とかでもやっぱ物よりも経験にお金使った方が幸せは長続きしやすいよねっていう話はもう定番ですし、まあ、それこそ最近僕の友達あの八木仁平くん語ってた時に、なんか雑貨屋さんで笛、鳩笛買ったけど買った瞬間がピークだったって言ってたんですけども、本当にそうなんですよ。あね、買い物に対して高揚感を求めると、それってね絶対買った瞬間がピークなんですよ。もう手に入れたらもう満足するんで、そうそう、なのでね、まあでもそういうちゃんと旅行に行くとか、こう美味しいご飯食べるって、まあ、いつまでたっても語れるじゃないですか、年取っても。なんかこうそうですね、僕なんだっけな、なんかフリーター時代になんか友達がダンス教室を東京でやるっていうので、まあ、フリーターの少ない収入でわざわざ東京に行ってダンスを習いに行くっていうことをやったことがあるんですけど、そうそう、今こうやって語れてるわけじゃないですかとかね。でもなんかフリーター時代になんかいろいろリボ払いして買った服とかも覚えてねえしなとか、そう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 、うん、っていうので、経験はずっと自分の中に頭に残り続けてくれるので、はい、年末年始ちょっとねセールとか、まあ、あとね、もらい物とかも多分いっぱい増えると思うんですよ。そうそう。っていうと、ちょっとね、もらい物というかあるわ、今。まあ、これはね、ちょっといいですか。あのいい、これはね、僕が欲しいから受け取ってきたものなんですけど、まあ、ちょっと今日実は片付けてたんですよ。今日もお片付け企画を取ってて、で、その方はね、まあ、僕が一緒にお仕事してる方で、まあ、あの、テレビの方、あの僕福岡に住んでて RKB っていうテレビ局に何回か出させてもらってるんですけど、まあ、そこで仲良くなったテレビマンの方で、でその家の方を片付けたんですよ。でテレビマンなのにテレビ捨てるっていう、そうそう、あの持ってこようかな、ちょっと持ってきます。あのテレビマンだからテレビは見ないといけないんだけど、じゃあどう提案したかっていうと、ナスネっていうアイテムを紹介したんですよ。あのちょっと持ってきます。あのちょっと僕があの家に今持ち帰ってきてるこれだ。あの皆さん年末年始紅白見たり
テレビ見たりすると思うんですけども、まあ、僕もね実家にテレビが6台あるくらいですねテレビっ子だったので、うん、し、まあ、それこそね普段 YouTube 見てるって人も年末年始はなんか紅白見たいガキツカ見たいガキツカって今やってるんですかねすみませんちょっと詳しくないんだけどやっぱ年末年始って音楽番組とかがすごい充実してるからまあ見たい気持ちもわかるんですよっていうので、その方は、まあ、別にテレビマンだけどぶっちゃけ見なくていいけどあの大河ドラマ見たいって言っててそう NHK のなんか今年始まるやつが紫式部だったんでしたっけなんか女性ものって聞いたんですけど、まあ、ちょっとそれを年末年始から見たいから、まあ、テレビは捨てつつも、まあ、これですねこれナスネっていうこのちっちゃいレコーダーを使ってちょっとあの代用する、まあ、これ何かっていうとあの手元のスマホこれをテレビ線の近くに置いとくことで自分のスマホとかこれパソコンタブレットでパソコンがあとテレビがリアルタイムで見れてかつちゃんとこれあのレコーダーなので録画できますと、まあ、要は普通にテレビですこれ自分の手元のスマホとかタブレットをテレビ化するっていうやつ でこれねナスネもともとソニー製品なんだけど今なんかねバッファローっていうメーカーが販売しててこれ僕実はミニマリスト初期の頃に使っててブログでも紹介してますこれでね僕が使ってた時の6年前のモデルはソニーだったんだけど今バッファローで若干変わってんだよねだと感動したのがこれあの B キャスカードっていう、まあ、BS 放送を見るためのカードがここに挿せるんですけど見てくださいこれあのね、なんとね、びっくりしました。これ BS のための、まあ、BS カードって皆さん分かりますよね？ないっけ？あれがね、これミニ BS カードっていう、なんかね、めっちゃ小型化してて、そうそう。あー、ないな。なんかね、普通は、こういうなんかあのクレジットカードみたいな、クレジットカードサイズの B キャスカードがあったんですけどなんかこれミニ BS カードっていうのはなんかあのスマホの SIM みたいになんかこれめっちゃちっちゃくなっててなんかびっくりしましたでそのなんかテレビマンの方も知らないっつってて感動しましたねでそれがここに挿せるようになっててめっちゃ小型化されてるってので確かねこれあのソニー製品の時はでっかいやつだったんですよっていうのでね感動しましたねこれ NHK に受信料払わなくていいやつではないです。これあったらテレビと同じ扱いなので、あの普通に NHK の方来たら一応これあるので払わないといけないですね。まあ、なので、まあ、テレビ持たないメリットの一つはあの受信料払わなくていいっていうのはありますが、あのこれ置くと一応ルール上は払わないといけないので、まあ、そこだけはご注意。まあ、本当にテレビなんで。まあ、ただ逆に言うとこんだけです。こんだけコンパクトなものをそのテレビ線の近くにポンって置いて、で家にある Wi-Fi とつないでおけばあのスマホですねスマホとパソコンタブレットで見れるしこれ何がすごいかって出先で見れますテレビってテレビ台の前でしか見れないから家で見るもんですよねでもこれ家に置いとけば最悪例えば出張東京に行きましたホテルに泊まってますなんか居酒屋で見たいってなった時もリアルタイムの番組もスマホで見れちゃうんですよそうそうだからねなんか普通のテレビより便利なんですよねでスマホ越しに録画予約もできると、まあ、今のレコーダーはそうだと思うんですけど、まあ、出先であれ録画するの忘れたってなった時に、まあ、スマホからこう番組表を開いて予約するみたいなことがこれ家に置いとけばできるのでそうそうだから僕もミニマリスト初期の頃テレビの代わりにこれ使ってたくらいですね多分ミニマリスト渋ナスネって打ったら多分出てくると思いますブログ記事があと無印林くんの家も置いてますね、まあ、彼はテレビ置いてあったから、うん、兼用したかなそうそうっていうので、まあ、これの設定をちょっと僕がなんかちょっとね僕片付け企画やってる時になんか接続がうまくいかなくてそうそうその方の Wi-Fi となんか接続の相性が悪かったのちょっと分かんなくてちょっと僕が一旦家に持ち帰って調べますっていうのでそうそう感じでねまあ、要は今テレビ見たいと思ったらそのでっかいテレビ台にとらわれなくてもこういうものとか多分他にも代用品あると思うんですよねなんかコメントあったなルカステーションもいいよとかちょっとわからない商品なんですけどなんかねテレビ台にこだわらなくてもっていうのは多分あると思うのでっていうので今日も片付け企画をやってて何の話なんだっけやばい自然光が暗くなってきたちょっと部屋の照明つけていいですか
顔の照明焚こうかな、ちょっと照明を焚きますっていうので、まあ今日もちょっと片付け企画で物を減らしてましたね。でその方はね、めちゃくちゃ劇的ビフォーアフター、僕今までたあの視聴者さんの家に行って物を減らすだけだったんですけど、今回はこういう持ち物、家具のコーディネートもやってますね。クローゼットの代わりに突っ張り棒を使うとか、あと床材、この床材を張り替えたりとか、まあ、物も減らしつつ、まあ、持ち物も僕がコーディネートするみたいな企画を今やってて、まあ、そのうちの一つ、テレビの代わりにナスネを使うっていうのをやってたっていう感じで、ちょっと照明焚かないと。ルカステーションの方が1万円ぐらい安い。ちょっと気になる。ルカステーションって僕初めて聞きました。ちょっとそれも調べとこう。ルカステーション。ああ、なるほどね。アイリス大山。まあ、ソニー製とアイリス大山。まあ、なんかそういうルカステーションとかそういうのを使うと、まあ、テレビなくても。なるほどね。ワイヤレステレビチューナーっていうので、なんか今パッと調べたら。ちょっと待ってくださいね。こんな感じで。まあ、これも多分ナスネみたいな感じでちっこいレコーダーなんでしょうけど、そうですね、これも似てますな、こんな感じこんな感じ、この出先スマホがテレビになりますみたいな。なるほど、いい商品教えてもらった。まあ、こういうの使うと、まあ、テレビ見たいミニマリストの人でもちゃんと番組は録画できる。まあ、今最近ね、 TVer とか TVer とかでテレビ番組がアーカイブで上がってたりしますけど、まあ、ただそうすると、まあ、それこそ僕地方のテレビ局の番組とかはアーカイブ上がってなかったりするし、もっとリアルタイムで見れないので、リアルタイムで見れないとか、まあ、1週間のアーカイブ期間取りこぼすと見れないみたいな、まあ、一応問題はあるのでね、もうがっつりテレビ好きで見たいけども、ね、家にテレビを置くとでかくて邪魔だしみたいな方とかは、こういうナスネとか使ってテレビ代用できると思いますね。ちょっと照明を、まあ、すいません、至急焚いてます。まあいいんだけど、ほほほ、よいしょ、ピカン、はい、っていう感じ でその、まあ、要は片付けてましたと。これ消していいか、いや怖いな今日。はい、でそこでもらったのがこれで、そう、まあ、なんかね、なんでこの話したかっていうと、年末年始って多分ね、実家にいろんな人が来て集まったりとか、もらい物とか粗品みたいななんかあると思うんですけど、まあ、お年玉とかもろもろなんか人から物をもらったりあげたりが増えると思うんですけど、うん、まあ、ちょっとそういうのも注意っすね、うん、よいしょ、ね、でなんかね、その片付け企画をやってる時にそのこれもらったんですよ、休憩時間に。このなんかね、小さな幸せって書いたこのドーナツがマジでうまくて、これ、うん、ちょっとこれ家に帰ってもらっていいですかって1個も抹茶味の、これね、ドーナツ周りがドーナツって真ん中にこう緑の板チョコがあるっていう、なんかね、障害者の方が作ったお菓子らしくてね、なんかしかもこれ工場で作ってるじゃなくて、なんか一個一個手作りらしくて、うん、そうそう、これがすごく美味しかったのでちょっと持ち帰ってきたんですけど、これ食いながらやるか。小さな幸せ、なんかその方から名刺もらったわ、ちょっと名刺あるな、ちょっとだね、もういいや、名刺は、まあ、ちょっとお菓子食べたくなったらこの名刺に連絡くださいって言われたんですけど、ちょっと僕名刺はすぐ捨てちゃうタイプなんで、もう写真撮って捨てます。ちょっと食べたくなったらまたここに連絡すればいいのね。でもすごいです、なんかそのパッケージデザインもなんかその障害者の方がデザインしたおしゃれなパッケージで、でね、めっちゃうまいんだよねっていう、うん、なんかちょっとそういう方となんかいただいてですね、はい、っていういただき物が増える時期、ちょっとこれお腹すいたんで軽く食べます。うん、うまっ、マジでうまいこれ、そうっていうので今日も片付けてましたね、はい、うん、あと年末年始は
あの皆さん食べ過ぎで太らないように、あそれと僕ね痩せちゃったんですよ。そう年末年始マジでね正月してたくさん食べないと、あの僕筋トレやってて、で僕48キロからマックス62キロ1年間で増やしたんですけど、またこの半年でちょっと今ね57キロ56キロ台まで落ちてるんですよ。そうここ最近あの片付け、そう片付けしたからですよ絶対。12月物減らし企画でもう北は札幌、南は沖縄まで行ってるんで、マジ忙しかった12月。あの僕ね YouTube やって実はもう5年、来年2月で6年目なんですけど、なんと YouTube5 年目にして一番今月が成績良くて、5年間やって結構まあいろんな動画がバズったり伸びたりしたけど、なんか5年目にして一番実は再生回数と登録者の伸びと、あとこのお金の方も含めて実は5年間で一番今月成績が、しかもまだだって29日でしょ、29日時点で一番成績がいいくらい僕はめちゃくちゃもう働いたというか、もう全国飛び回って片付けて、で片付けもその基本もう1日8時間くらいは拘束されるのでっていうので、あのひたすら全国飛び回って片付けるっていうスポーツをやってたら、あの普通に痩せましたねこの2週間で2キロ。そうあのまあで片付ける時に食べ過ぎると、休憩時間にランチとかいっぱい食べるとまた眠くなって、で片付け集中できないっていう風になるから、もう本当おにぎり1個だけとかもうちょびちょび食ってたら一瞬で痩せましたねっていうのでね、筋トレをやってるんですよ。筋トレを引き続きやってるけど、ご飯食べてる量が減ってるからもうみるみる痩せましたねっていうので、ちょっとね頑張ってまた体重を取り戻したいですね。ちょっと1月はゆったりめまったりしたい、うん、っていうので、ちょっとそれで言うとね、なんかあとね痩せすぎて僕指輪が今スカスカなんですよ。あのね58キロくらいの時までは良かったんですけど、57とか56になってから指輪が抜けるんですよね。たまに手振ったら普通に抜けるんですよ。多分思いっきりブンってやったら抜けるもん。これが60キロぐらい、58とか60キロくらいの時は全然抜けなかったんですけどっていうので、ちょっとねやっぱ筋トレして筋肉ついて代謝が良くなってるから痩せるスピードも絶対上がってて、なのに食べる量が減ってるからもうみるみる痩せるっていう、太るのにあんだけ苦労したのに痩せるときは一瞬で痩せるっていう、いやマジボディービルダーの人すげえなと思いました。あんだけモリモリ食って筋トレ続けてとか、まあ筋トレはあのトレーニングよりも食べる方がしんどいってよく言いますけど本当にそう。というのでちょっと僕来年の目標は体重を、まあ、65キロ、マックス62キロまで増やせたんで、ちょっと65キロまで頑張って、まあ、ちょっと60キロは下回らないようにしたいな、うん、やっぱちょっとね若干ガリガリまではないけど、ちょっと体やっぱ細くなりすぎたなとか指輪が抜けるみたいな問題が起き始めたんで、食べます僕は頑張って、はいっていう感じで、はい、ちょっと話戻しますかね、うんっていうね、あこの時期寒くないんですかで言うと、あの、まあ、暖房切ってます暑すぎて。僕の防寒対策何かっていうと、一つは、まあ、シンプルに冬のインナーを今もう2枚重ね着してますね。冬のインナーを2枚重ね着しているのと、まあ、あれですねタイツ、まあ、足も含めて。でこれちょうど昨日買ったばっかなんですけど、これ買ったばっかで綺麗な靴下、これモンベルのこれメリノウールの靴下です。なんかねちょうどあの日本一周してる人と知り合って、でなんかめちゃくちゃ僕もだから世界一周してるからその旅の荷物めっちゃコンパクトにしててみたいな、で学びになったのが、なんかねあの水陸両用のパンツ、まあ、要は水着みたいなものを使うとまず水着も兼用できるし、パノーパンでいいっていう、そう、あなんかサーファー、あのサーファーの人って意外とノーパンが多いらしくて、その人曰く、あの、まあ、結局水陸両用のパンツを普段着として使ってるし、そのまんまサーフィンもする、でそうすると水着濡れるじゃないですか、で結局それ洗うから、そうだあと サーフィンするのに下着パンツ履くとそれ濡れるじゃないですか、濡れて気持ち悪いから、
水陸両用のパンツを1枚だけ履いて下はノーパンで、サーフィンとかもやるし日常生活もするから、その旅のパッキングを減らすっていう点で、そういう水着にもなる水陸両用のパンツを使ってなんか日本一周したみたいなこと言った時に、あ、そういう発想があるのかと思って、とかで、その方に、そうそう、だからちょっとね、来年の夏はちょっとそういう水陸両用パンツ買っての、ノーパン生活というか、まあ、結局ね、その水着で濡れて洗うわけじゃないですか、パンツ。そうそう。確かにいらないよなと思ったし、このメリノウールですね。まあ、メリノール僕もともとパンツで履いてたんですけど、これ本当に匂わない。うん、っていうので、そうそう、僕ね、パンツは使ってるのに、靴下とか肌着は普通に使ってなくて、ユニクロ GU の安い靴下履いてたんですけど、確かになんかパンツメリノウールでこだわってるくせに、なんで靴下とか俺こだわってなかったんだろうと思って、確かになんか一日使って匂いづらいなっていうのはあったので、そうそう、まあ、旅の荷物を減らすっていう意味でもちょっとこういうの、そうそう、ちょうど昨日買いました、モンベルの靴下っていう、あとなんかワークマンの靴下とかをおすすめされたり、そうなんかね、その旅人の人の話が面白くて結構、うん、今ちょっと僕もいろいろ試してますね。メリノールは結構ミニマリスト、昔からなんかもう10年前とかの有名ミニマリストさんもなんかアイスブレーカーとか、まあ、要は僕が履いてるやつも3日間匂わないみたいな機能ありますけど、なんか夏は涼しくて冬は暖かくてとか、まあ、要はなんでこれ紹介したかというと、暖かいです、これ保温性が高いんで、なんかこの靴下履いてからなんか足が暖かいんですよねっていうのもあるので、っていうのが僕の防寒対策と、この床材ですね。そうそう、だからさっきあの片付け企画やった方も床材張り替えたって言ってたと思うんですけど、これ僕がやるって言ったわけじゃないんですよ。僕がこの同じタンスの弦のジョイントマット使ってくださいって言ったわけじゃなくて、その方がそのキッチンがめちゃくちゃ寒いと、なんかキッチンが底冷え、床が冷えて底冷えするからどうにかしたくて、で渋くんの動画見てたらこれ良さそうみたいな、実際これあったかいんですよね、これ。そっか、ピンマイクつけてるから距離離していいのか。そうそう、まあ、僕がよく使ってるこの赤ちゃんの家にあるこの床材ですね、これがあると本当にあのフローリングと違って冷えないのであったかいんですよ、これ本当に。だって今も暖房つけてないし、そうそう、もうなんなら床に座ったり寝たりもできるし、うんうん、っていう感じかな、僕の防寒対策は。うん、まあ福岡の都心部だから暖かいっていうのもあると思いますけど、今何度だ、まあ今気温が暖か、今23度らしい、まあ、ちょっと暖かこの辺23度もあんのかな、あったかくないっていう、うん、あの部屋は無機質で何もないからすごい冷たい感じしますけど、気温はあったかいんですよこれ、はい、っていう感じですね、はい、うん、っていう感じで、はい、電気代は先月が3800円とか4000円いかないくらいですね、僕は冬場は。まあ、なんか基本寒い、まあ、朝とか、朝とか夜本当に寒い時はガンガン暖房つけてますけど、まあ、4000円前後くらいってイメージ、4000いくかいかないかくらいな感じですね、電気代は。はい、まあ、あとあれ、あれ別かな、確かあれ別です、あの僕オール電化なんでお湯が電気なんですけど、それ別、それが1500円とかかな、まあ要はガスですね、ガス代が、はい、っていう感じで戻るか、捨てられない人の共通点がさっきちょっと、まあ、一旦予習すると、まあ一旦5個言いましたと、捨てられない人の共通点がまず1つ目、長期でダラダラやりがち、まあ、1日1個捨てるみたいなやつですね、長期だらだらやりがち、なので年末年始とかを使って短期集中でやりましょうっていうのと、で2つ目が収納が多い、家に収納が多いとか、あの二重収納、収納の中に収納があってマトリョーシカになってるみたいな人が多い、
で3つ目が、売れるから譲れるからもったいないからを言い訳にしがち。で、4つ目が物別じゃなくて場所別に片付けちゃってる。キッチンとかリビングとかじゃなくて服とかキッチン道具とかちゃんと物別で比較しながら片付けようねっていうのと、5個目が捨てるときにクリエイティブになってるっていう感じですね。いつか使えるかもっていうので、なんかこう古い服を、パジャマにしようとか空いた収納を別のところで使おうみたいな、ちょっとなんか詰まる、ちょっと水飲んでいく、よいしょっていう感じでしたね、はい。で、あとね、6個目このまま続いていくんですけど、6個目はですね、実家に送るからですね。年末年始実家に帰省しますよね。その時に実家に送るからとか持っていくからっていうので捨てない人多いですね。まあやっぱね、実家に送るのは禁止です。はい、まあ僕たちももうこの多分この動画を見てる方はもうそこそこいい年齢の方が多いと思いますし、まあ、自分のものはちゃんと自分で管理しようねっていうので実家に送るは本当に多いですね。はい、っていうので、もう僕とかはもう本当に実家に何も物置いてないというか、まあ、僕はちょっとね家庭の事情で中学時代に自己破産して、でそこから父親の家を抜けてるので、まあ、多分実家に行ったらそのなんすかね、まあ、子供のおもちゃとかも結構ゴミ屋敷だったので、まあ、もう自己破産してゴミ屋敷になった家を抜けてきてるので、そうそう、まあ、当時のものとかは多分あるんですけど、そうそう、でも卒業、高校生になってからか、そうそう、高校生になって母子家庭になって、で、まあ、母親と妹と僕の3人で、まあ、アパートで暮らしてたんですけど、まあ、なんか高校生とかの、まあ、卒業アルバム捨てたしな、そうそう、まあ、ちゃんともうある程度自立してからのものは、そうですね、高校時代のものはもう一個もないしな。それこそ漫画とか文房具とか学習デスクとかあったけど、もう今実家を抜けるタイミングで、まあ、僕もともとミニマリストになった理由っていうのが実家を抜けて一人暮らしするためっていうふうによく言ってますけど、もうそのタイミングで全部捨てちゃってるので、そう、まあ実家はね、まあそのまあ僕の家庭の事情、まあ中学時代に自己破産してみたいなのがあるんですけど、まあ、また親と仲直りしてとか、親がちゃんと家に来て片付けていいよみたいな、まあ、僕あんま僕実家帰省してないんで、そうそう、もう 2、3年ぐらい帰省してないかな、まあ、LINE でたまにちょいちょい連絡は取ってるんですけど、まあ、僕は実家帰省してないのでここ 2、3 年ぐらいは、まあ、またなんすかね、関係値が良くなったら実家に戻って片付けるとかあるかもしれないですけども、はい、まあ、僕少なからずも送り返すとか絶対しないので、はい、まあ、自分のものは自分で管理しましょうっていう話ですね。うん、っていう感じで次、7個目はですね、面倒くさいものを後回しにしがちっていうので、で僕ね、まあ、捨てる時によく言ってるのが、まあ、とりあえずね明らかなゴミから捨てましょうっていうのはおすすめしてるしね、まあなんかボロくなった下着とか、ね、明らかに使わないものっていうのはもう捨てちゃってっていうのは、まあ、そういうね捨てやすいものから、捨てるのが簡単なものからとりあえず捨てていって、でそこから自分のエンジン回ってきたらポンポン捨てれるようになるから、まあ、だからそういうゴミ、明らかなゴミから捨てましょうっていうのはよく言ってるんですけども、まあ、あえて言うならこういう年末年始とかまとまった時間があるときにチャレンジしてほしいのは捨てるのが大変なものですね。まあ、それこそもうテレビとかです。別にミニマリストだからみんなテレビ捨てろとは言わないけど、まあ、少なからず例えばなんかちょっともう見なくてもいいんじゃないかみたいな、もう普段も YouTube とか Netflix 見てるし、なんなら TVer とかでも見れるし、まあ、それこそ年末年始のあのあれ紅白とかもね、まああのアーカイブってあの NHK の YouTube チャンネルに上がってるんですよ。まあなんか今年誰が出るんでしたっけ、なんか YOASOBI とかニュージーンズとか、なんかそうちょっと僕も見たいなっていうアーティストはいるんですけど、まあなんか多分それね NHK のチャンネルに行ったら上がるんですよ、ハイライトが。そうそうとか、まあ、何が言いたいかっていうと、まあ、別に、まあ、テレビはそういう感じでもネットで見れるから、とはいえまあこうね無理に捨てたくないとなすね使おうねとかさっき話しましたけど、まあ、そういうね大型家財とか明らかに捨てたら生活変わるもの、まあ、テレビ捨てたらめっちゃ多分空間、まず部屋が広くなるし、まあ、そもそも見る時間が空くからね、
まあ、余白の時間が生まれるしとか、また掃除の手間も減りますよねとか、まあ、テレビに限らずなんかでっかい三段ボックスとか、なんだろうな、まあ、こう部屋の空間をめちゃくちゃ圧迫してる大型家財とか、あとメンテナンスの手間暇がかかっちゃうとか、そういったものを年末年始に捨ててほしいですね。捨てるのは大変なものほど減らした時のリターンが大きいんですよね。そうそう、まあ、さっきもその1日1個捨てるとかで長期でダラダラやるんじゃなくて、もう一気に捨てて、でそうすると生活の変化を感じやすいからモチベーションが続くよっていった話とつながるんですけど、そういうね、ちょっと捨てづらいもの捨てるの大変だなみたいな、けどこれ捨てたら結構こう生活変わるんだよってものにチャレンジしてほしいですね。そうそうそう、まあ、だからその面倒くさいものを後回しにしがちなのが、まあ捨てられない人というか片付けが続かない人の特徴ですね、っていうので、はい、まあ、要は僕所有コストが大きいものから減らそうみたいなことを言ってて、まあ、所有コスト何かっていうと、例えば持ってるだけで維持費がかかりますとか、であと掃除メンテで時間がかかりますとか、でこう面積が大きいから部屋の空間をすごい奪いますとか、であとね、例えば免許証とか個人情報が入ってるようなものとかって、まあ、いっぱい持ち歩いてるとなくしたらどうしようとか、まあ、なくしたら困るから管理能力を強要されるものとか、そうそう、そうそう、だから空間とかお金、時間を要は管理コストがかかるものですね、まあ、そういうものを減らしていこうっていう、まあ、要は例えば一番節約するときとかも、なんかその節約をするにあたってなんか買い物を我慢するとか、安いスーパーを渡り歩くとかよりも、もう家賃ですね、今よりも小さい家に引っ越して、で、まあ、家賃を3万円とか減らせたら年額にすると36万円のランニングコスト下がるわけじゃないですか、とか、あの三大キャリアですね、 au、 ドコモ、ソフトバンクをやめて、まあ、アハモとかマイネオとか、まあ、そういうね、あの安いスマホ業者に乗り換えたら、まあ、通信費が1万円から5000円になるとか、8000円が4000円になるとかな、まあ、半額になるとか、まあ、そういう大きな固定費から見直しましょうっていうのは、まあ節約の鉄板ですけど、まあ、物にもそれが言えますね。そうそう、だからまあ僕たちが物を減らす理由っていうのは、もっとお金を貯めたい、時間的にゆとりが欲しいとか、もっとこう体力の無駄遣いを減らしたいとか、まあ、そういう理由があるから物を減らしてるわけで、ね、まあ、人生を変えたいから物を減らしてるっていう時に、やっぱね、まあ、ゴミ、こまごまとしたゴミ捨てるのも大事だしやってほしいんですけど、まあ、やっぱそういうものを捨ててもそんなに人生変わらないので、だからこそこういう年末年始で時間があるときに捨てるものが大変、まあ、要は所有コストが大きくかかっているものを捨てましょうとか、まあ、例えば何がおすすめかな、なんかウォーターサーバーとかもし使ってる人で、まあ、絶対に必要とかじゃなければ、まあ、ウォーターサーバーってやっぱりサブスクでお金かかったりして大変だけど、なんか蛇口直結の、なんか僕クリーン水ってやつ使ってるんですけど、まあ、蛇口直結のやつにすると値段も安いしとか、なんかそういうちょっと維持費が高いものとか空間奪ってるものに目を向けて、ちょっと捨ててほしいですね、年末年始。はい、うん、まあ、あと服とかもそうですね。まあ、服も所有コストっていう点ではすごい大きいですね。まあ、やっぱり服もね、服って一着一着で見ればそんな大したことないんだけど、やっぱり積もり積もってクローゼットをぎゅうぎゅう詰めに圧迫してたりするし、むしろもうクローゼットから溢れてタンス。そうそう、今日片付けに行った方の家にはタンスがあったんですよ。タンスをもうタンスの中身全部減らして、でも押し入れの中のクローゼットに全部収めるみたいな風にしたんですけど、まあ、服とかも意外と所有コストがかかるものですね。まあ、空間も奪うし、あとメンテですね、あのクリーニング出したりとか毛玉取ったり洗濯したりとか、まあ、服とかも所有コストが大きいものの最たる例なので、そういうものから頑張って減らしましょうという感じですね。とか、あの原付きどうしよう乗ってないんだよなっていうコメントがあるんですけど、そう、迷ったら捨てるっていう、もう僕口酸っぱく言ってますけど、まあ、基本とりあえずいるかどうかで迷った時点で捨てるっていうのをお勧めしてて、もう何回も言ってるけど、人間スマホ捨てようかどうかは迷わないじゃないですか、とか、ね、例えばもうめちゃくちゃ好みの異性がいてデート誘われたらもう絶対行くっていうじゃないですか。でも正直なんかめちゃくちゃ好きでもねえし、なんか微妙だなっていう人からデート誘われても、あ、ごめん、なんかその日予定あるわってなんか適当な理由ではぐらかしたりするじゃないですか。まあ、人間だから明らかに必要なものに対しては即断即決でいるって言えるので、
言うと、まあ原付同士を乗ってないってことはもう しばらく乗ってないとか、まあ、なくてもどうにかなってるっていうことなんですよね。迷うってことは自分の中でいらないこと の答えが出てるんですよ。まあ、例えば原付じゃなくてももう交通機関でいいとか、まあ、それこそ今日片付けた方は車も手放してて、そうそう、車手放してどうしたかっていうと、もうカーシェアですね。もうなんか月に1回くらいしか車乗ってなかったし、まあ、駐車場代もかかるしガソリン代も車検費もかかるし、なのに 月1回しか乗ってないからこれお金の無駄遣いだよねっつって、その人はもうタイムズのカーシェアにしたんですけどとか、まあ、他のもので代用できたりもするので、そうそう、でそういうものをいつまでも持ってるとね、そんな感じでも、まあ、要はモヤモヤするじゃないですか。捨てようかなってずっとモヤモヤしてると、まあ、脳のメモリも圧迫されるし、そうそう、で、まあ、最悪手放した後また必要になれば、まあ、買えばいいんだけど、まあ、そうなることもなかなかないので、いつか使うものいつかは大体来ないんですよね。っていうので、まあ、迷った時点でそれはいらない可能性が高いということで、モヤモヤしたり迷ったら捨てた方がいいですね。っていう感じですね。あ、高齢者の一人暮らしだと大きい家具を運び出せないんですよね。で言うと、そう、まあそれで言うとおすすめは一つジモティとかですかね。まあジモティっていうサービス使って、で0円とかでこのタンスがいりませんっていうのをジモティで言って、で条件としてもう家まで来てくださいと、要は集合場所をこっちから指定して、ちょっと要は体の関係で遠くまで物を運べないからもう家に引き取りに来てほしいですみたいな感じで指定したら来てくれたりとか、まあ、それがあまりにガラクタだったりすると難しいですけど、まあ、そうなってくるとちょっと業者さんに頼んで運んでもらうとか必要になってくると思うんですけど、そう、ね、その点で言うと、これ物を減らすのは片付けするのはもう若ければ若いほどいいです。これ本当にそうで、僕それこそ今片付け企画でいろんな人片付けてますけど、やっぱりね、申し込んでくる方はやっぱり年齢高めの方が多いです。まあ、僕と同い年の方とかもいるけど、まあ、やっぱり30、40、50の方が結構多くて、でちょっとすみません、バッテリー確認していいですか。ちょっと一瞬止まるかも。まだある、まだあったわ。っていうので、やっぱ人間年齢を重ねれば重ねるほど特に物は捨てられなくなりますね。まあ、それは体力的にもそうです。やっぱり体力が落ちて、で重たいものを運べない、分解できないっていうのもそうだし、年齢重ねるにつれてやっぱ物に対する思い出が募ってくる。これはもう学生時代から社会人の時代からずっと残してきたもので、長い年月残してきたものだから捨てられない。要はサンクコストですよね。そこに時間をかけてしまってるので捨てるのがもったいないっていう、いらないっていうのは分かってるんだけど、長い年月残してきたものだから価値を感じてしまうっていう、結構ね、サンクコストがねすごい大きくかかってしまうからこそ、物を減らすのは若ければ若いほどいいですね。はい。まあ、だから別に高齢者とか年齢重ねてとか捨てられないってわけじゃないですけど、まあ、要は今が一番若いので、できるだけ物を減らすのは早めに。でもっと言うと、物を減らすのって訓練で上手くなるんですよ。要は性格の問題じゃなくて技術なんですよね。まあ、よく捨てられない人はなんかそのね、私捨てられない性格だから捨てられないんですって、まあ、当然ね、傾向として捨てづらい性格の人いると思うんですけど、でも皆さん、その自転車乗れない人っていないじゃないですか。自転車とかってある程度練習したら誰でも乗れるしっていうのと一緒で、片付けも練習すれば誰でもできる、まあ、技術なんですよね。まあ、さっき言ったその場所別じゃなくて物別に片付けるとか、ジモティを使おうとか、メルカリでとか、そのさっき言ったと迷ったら捨てようとか、1年以内に使ってないものは春夏秋冬で使わないから捨てようとか、そうそう、とかそういうのって基本的にちゃんと本読んだりとか、こう YouTube 見たりとかして学べば、ね、ちゃんと、ね、誰でもできる、要はスキル、技術なので、だからこそ早めにやった方がいいっていう、そうなんですよ。この捨てる技術をなんかこうもっと若いうちから身につけて、捨てる習慣ですね、捨てる習慣が身につけば、それこそよく言ってるワンインワンアウトっていうようなものを買ったら、新しいものを1個取り入れたら1個手放すということをやると、まあ、基本的に物は増えないじゃないですか。っていうような、人間足し算だけじゃなくて引き算もやる。ちゃんと物買ったら減らす、まあ、それこそ年末年始に大片付けやってもいいし、やっぱ定期的に物を減らす、手放すっていうことを習慣にしておかないと、習慣とか癖づけしておかないと、それこそゴミ屋敷が生まれて、でそのまんま年齢を重ねて体も衰えて
でも片付ける体力もないし、で片付ける訓練をやってこなかったからどこから捨てたらいいかわからないっていう風になるし、でこう長い年月を持って残してきたものだからサンクコストで価値を感じ捨てられないっていう、もう負のループに入ってしまうので、物を減らすのはもう若ければ若いほどいいのは間違いないので、そうなんですよ。まあね、最近は就活とか遺品整理とかありますけども、そう、まあ要は結局就活とかで結局最後物残してしまうんだ、結局そういう感じで自分が今まで捨てる訓練をしてこなかったから最後まで物の後始末をせずに、で結局家族に迷惑かけちゃうということにもなっちゃうし、はい、なので年末年始今が一番若いし早いので片付けましょうっていう感じですね。あとね、若いうちからどんどん物減らしてミニマルな生活しておくと、まずお金も貯まりやすいです。お金も貯まりやすいし時間にもゆとりが生まれるから、それこそ自分で副業を始めるとか、なんかね、こう英語学習をやる、なんか資格の勉強をやるとか、まあ、やっぱそういうのお金も時間もかかるし、なんか自己成長させるための、まあ、要するに準備金とかお金もミニマルな生活をやることでどんどん貯まりやすくなるので、そうやっぱね、若いうちから、で若いうちってまあ手取りがだいたい20万弱とかじゃないですか。それを全部ね、一人暮らし、まあ、20万もらって全部使ってってことやってると一向にお金もたまらないで、まあ、その日暮らしの生活から抜けられず自分も成長できないみたいな、まあ、だからこそもう今ね、なかなか給料も上がらない時代だからこそミニマルな生活やって、もうお金もそうですね、生活費も抑えて、まあ、要は貯金とかできるようにしとかないと、ね、生活一向に楽にならないので、物を減らすのは若い方がいいです。そうだから物を減らすのってなんか高齢者がやるイメージめっちゃあるじゃないですか。断捨離とかこんまり先生の片付けとか、まあ、なんか片付け自体がなんかそもそも年を取った人がやるものってイメージあると思うんですけど、逆でむしろ若い人ほどやるべきなんですよね。そう今の時代は、まあ、特に今ってもうこれスマホがあるから、さっきも僕なんかこう名刺捨てる時に写真撮って捨てましたけどとか、まあ、最近だったらなんかもういろいろなんかこう勝手にメルカリとかヤフオクに出品してくれるサービスがあるとか、まあそもそも家を街の周辺歩けば今古着屋さんとかリサイクルショップめっちゃ増えてるじゃないですか。そう今若者の間で結構古着ブームとかも流行ってるからね、なんかそう引き取ってくれる場所も街あちこちあるし、まあなんならユニクロとか GU で買った服も最悪なんかねリサイクルボックスとかあるし、まあね、まあ、何が言いたいかっていうと、スマホとかね、すごい社会も豊かになって捨てるの簡単になったんで、そうジモティとかもあるしね、昔の人に比べて片付けめっちゃ楽になってるはずなので、そうこういう情報方もスマホでいろんな情報も入ってくるし、なんか100均行ったら安く何でも簡単にプチプラでもそうですね、物が簡単に安く手に入る時代で増えがちだからこそ減らす、ね、習慣も身につけないといけないし、それは若ければ若いほどいいです絶対。っていうね、夫のものが多くてストレスとか、実家に帰るとストレスってのはめっちゃわかります。それはね、家族との仲が悪いとかそういう話じゃなくて、まあ、やっぱりこういう家で生活してると家ってやっぱなんかごちゃごちゃしてるなみたいなのがあるんでね、なんかそうまあまあ僕にとって実家はそんなに居心地がいい場所ではなかったりするんですよねっていうので、スパチャが来た直樹さん320円ありがとうございます。320円スパチャする人が僕の YouTube チャンネルには多いんですけど、なんでかっていうと320でミニマルだからですね。ありがとうございます。ミニマリストになって不安障害っぽかった症状がかなり軽減されました。おお、僕結構来るのが ADHD だったりとか、まあ、ちょっとそういう注意散漫な人がですね、結構ミニマリストになって症状軽くなったみたいな人めっちゃお便りいただいてて、なんか前ね精神科に行った ADHD の方がなんか渋さんをおすすめされたみたいな、まあ、要はやっぱり、まあ、ちょっと不安障害とは若干違うかもしれないんですけど、ね、やっぱり注意散漫だからこそなんかそれこそ同じケーブルを何個も買っちゃうっていうので悩んでたんだけど、やっぱり物減らしてで自分の持ち物の量を把握できるようになってそういう無駄な買い物とかが減ったっていう、やっぱりあとなんですかね、物が多いとすごいごちゃごちゃするじゃないですか。物が多いとなんか思考もなんかごちゃごちゃするみたいな、まあ、よくミニマリストの人が物を減らすとノイズがなくなって思考がクリアになったってよく言いますけど、あれは本当で、なんかそのよく仕事ができる人はデスクの上が整理整頓されてるみたいな話ってあれ本当に科学的にも正しくて、まあ、要は
デスクの上が整理されている人の方が生産性が高くて仕事に集中できてるみたいな。やっぱり物が視界に映ってるとそんだけ注意気を取られちゃうんですよね、まあ、物にも情報が詰まってるっていうので、まあなんかそれこそ元カノとかの元カノ元恋人の写真とかそこに置いてあったら、あーなんか目に映った瞬間に、あーあの時楽しかったなとか、まあ、考えなくてもいいこと考えちゃったりするじゃないですか。物にもね、その時に思い出とか当時のなんかそうそう、まあ、思い出とか詰まってるんで、余計なものをねいっぱい視界に置いてると本当注意散漫になって自分がやるべきことに集中できないしっていうのもあって、そうだからね、まあなんかこう不安障害とか、まあ、さっきちょっと ADHD の話してましたけど、方とかもそうですね、よくとか精神科の人はだって渋さんの YouTube チャンネル見てくださいって言ってたらしいので効果あるんでしょうね、うん、初めてリアルタイムで参加できました、なんかいいことありそうです。そう僕ちょっとねもう今日が多分ラストの YouTube になるかな。もうちょっと僕年末年始それこそ明日も片付けなんですよ僕。すみません、ちょっと明日も片付けで僕12月30日に普通に YouTube の企画片付けですからね。だし、まあ、ちょっとね年末年始31日と1日はちょっと年越しキャンプに誘われたので、まあ、そこはまったりしようと思って、初めて自然の中でカウントダウンするわ。いつもだいたい家の中なんで、そうそう去年は友達の家でそうですね過ごしたんですけど、うん、割とねそうですねカウントダウン年越しの瞬間はなんか割とのんびりしてることが多いんですけど、自然の中でやるっていうので、うん、何の話だっけっていうので、はい、そうなんです。だからそうだから生配信できるタイミングが今しかないっていう感じで、ここでそう今平日の16時から始めたんですけど、もう予告もなくいきなり始めたので見れた方はラッキーで、これアーカイブ残しますので、はいっていう感じで、ちょっとこれスクショ撮りたい、ちょっとはいっていう感じで、 Vlog 撮る予定ありますかで言うと、まあ、ちょっと考えてますね、はい、あとなんかね来月また沖縄行くんですよね。ちょっとまた来月また来月沖縄行くときに、ちょっとなんかね沖縄にすごいいい感じのミニマリストの方を見つけて、その方に連絡してちょっとルームツアー撮らせてくださいっつって、ねね、めっちゃ整理整頓された美しい部屋で僕好みの方のミニマリストを沖縄で見つけたんで、ちょっとそれを撮影しに行くんですけど、そうそうちょっとその時に Vlog 撮ろうかなとか考えてますね、はい、来年もだいぶお願いします。そうちょっとライブ配信もまた増やします、はいですね。あとちょっと引き続き告知になるんですけど、概要欄に物減らし相談会を1対1個別でやらせていただくので、1月ぜひ申し込んでみてください、暇な方。そう、もう年末年始の年が切り替わった瞬間にも物を減らしてね人生身軽にしようということで、概要欄の LINE から僕が Zoom で1対1で個別相談する企画、まあ、ちょっと定員あるのでもうなるべく早めにやっていただければ、概要欄に申し込み方法を書いてありますので、はい、よろしくお願いします。生きるのに物はそんなに必要ないと若い時に続けたのはラッキーでした。渋さんありがとうございます。本当にそう。僕もなんかね、僕そんなに運がいいとは、まあいや僕運いいんですよ。運いいと思うのはやっぱね、フリーターだった頃にミニマリストに気づいたことがもう仕事になってるからっていうポジショントークはさておいて、だってミニマリストな生活を19歳の時にやったから、ブログで仕事、ブログが仕事になったりとか、ブログを書く余力が生まれたりとか、フリーターでしかも週3週4の少ない労働、もう月収10万以下でも実家を抜けて一人暮らししてみたいなのができたのってマジで物減らしたからなんですよね。そうそう、もう要は物減らしてコンパクトに暮らせば、僕もう試算したら月6万円ですよね。当時月6万円で家賃1万9000円のちっちゃいマンションで、で、まあ、毎日自分で自炊して食費は1万5000円とか2万円でとかで、もう家のガスを契約せずになんかスポーツジムでお風呂済ませればとか、なんかそうそう意外と生きていくのに必要なものってそんな多くねえなっていうので、そうそう気づけてだいぶ僕はもうね楽になった、まあ、僕はそれこそねもともとフリーターになる前はもう2年間浪人して、でいい大学行ってたくさんお金稼いでこう大きい家住んで、でいいもの物質的な囲まれた生活をしたいっていうところから勉強頑張って、でも結局ね、そこで挫折して、で周りはもう東大行ったり医学部行ってなんかねいい企業行ってみたいな
でもなんかそれって本当に自分の幸せに必要なことなんだっけって、僕はどっちかというとガリ、まあ、もうガンガン働いてたくさん稼いでってよりもなんかこう時間的なゆとりがあって、まあ、それこそ僕はゲームするのが好きとかサウナ行くのが好き本読むのが好きとか、でもそういうのって意外とお金も時間とかお金そんなかかんないしとか、そうでそれやるために別に広い家に住む必要ないしなみたいな、別にゲーム任天堂スイッチするためにそんな広い家に住む必要もないしとか、一回買ったらずっと遊べるしとか、まあ僕アニメとか好きだけど、もう今の時代ネットフリックスとかで月額800円とか1000円ちょっと払えばね無限に見られるし、お金よりも時間の方が大事だなっていうことに気づいて、まあ、だからそのたくさん稼いで広い家に住んで物に囲まれるっていうのは自分がしたかったっていうよりもそれはかっこいい、なんか人にすごいと思われたいみたいな見えからの欲求だったので、ね、まあそれは物を減らして気づけたことだったので、そうそう、僕は一冊目手ぶらで生きるっていう本を書いた時に見えと財布を捨てて自由になるっていう、まあ見えなかなかよく言われるんですよ、僕の中で一つキーワードは見えですね、なんかミニマリストになって物を減らす行為って要はなんか、まあ、自分の見栄を捨てることというか自分の欲求に対して翌日になることだと思ってて、やっぱなんか人に、まあ、人によく見られたいとか、なんか稼いなんですかね、なんかこうハイブランドで着飾ってすごい人と思われたいとかいうのってやっぱなんかね自分のそうですね、なんかそれって見栄からの欲求だからやっぱりなんか無理してるし、そうそうっていうので、ただまあ自分が本当にどんな生活したいか何してる時が幸せかってことを考えたら、まあ、さっき言った時間があってとか、なんかこうブラックロードにならないでとか、ちゃんと本読まったり本読む時間があってとか、生活ですね、ゆとりがあることが僕にとって人生大事だなと思ったので、そうそう、まあ、それに若いうちに気づけたのは本当にラッキーでしたね。今物の中に生まれた生活で人生楽しめない毎日です。片付け動画好きですごく勉強になり、来年も動画アップします。動画アップお願いしますということでありがとうございます。片付け動画は今後ももう継続してやっていきますというか、多分今後アップロードする動画の7、8割ぐらいはもう片付け企画になると思います。まあ、それこそたまにルームツアーやったり、まあ、昨日の買ったもの手放したもの、まあ、よくある年末年始2023年に買ってよかったものみたいな動画とかもたまには出すけど、そうですね、まあ、今後も僕の YouTube チャンネルは基本出張を片付け、視聴者さんの家を片付けるっていう動画が中心になります、はい、7、8割くらいはそれでたまにルームツアーとか Vlog とかトークやるみたいな風に考えてます。メインコンテンツが決定したか、そうですまあだからね、ミニマリストチャンネルってやれることが多すぎて、これね最近ヤギジンペイ君の動画でも語ったんですけど、まあ、YouTube ってやっぱ継続していかないといけないしっていう時に企画を考えるのは大変で、まあ、それこそ Vlog やるとか片付け動画やる、こういう喋る動画を撮る、買ってよかったものを撮る、ガジェットレビューを撮る、ルームツアーを撮るとか、まあ、あとなんか食べてるご飯の記録とか節約方法を語るとか、なんかミニマリズムっていうもののなんか汎用性が高すぎて、やろうと思えば何でもできちゃうし、まあ、ある程度僕が何をやっても再生される、まあ、要は見てくださってるのはすごいありがたいんですけど、まあ、それよりね企画考えるのが大変というか、どれにしようかなっていうことですごいね脳のエネルギーを使ってたんですけど、もうね片付け企画が僕楽しいし、そうそう、ね、YouTube ってずっと自宅でこうカメラの前でひたすら喋って完結するお仕事だから、なんかすごい楽勝な仕事って思われるし、まあ、実際そうだと思うんですよ。カメラの前でペチャクチャ喋って、で再生されたらそれで、ね、1本何万円ってお金が入ってきて、まあ、普通に考えたら楽な商売だなと思いますけど、まあ、当然ね、そんなみんながみんなコンスタントに稼げる職業でもないし、そこに行くまではすごい努力、撮影と編集の手間暇かかって楽ではないですけども、そのやっぱ自宅の中でねずっとこう撮ってるとね、まあ、飽きてくるというか、片付け企画何がいいかっていうと、北は札幌、南は沖縄まで行きましたけど、やっぱねちゃんと移動もできるし、まあ、そこでちゃんと観光したりとか、あとちゃんと物捨てられない人の悩みを目の前で直に聞いて、あ、こういう理由で捨てられないんだっていうのを本当に実体験として、まあ、今ねちょっと片付けてる方ですごい大変な方がいて、まあ、ぶっちゃけめちゃくちゃ散らかってるわけでもないし、めちゃくちゃ物の量が多いわけでもないのになかなか片付かない方がいても、僕4回目今度あ3回目か今度3回目行くんですけど、
まあ、その方は、まあ、結構ね捨てるのに時間かかるんですよね、まあ、あの捨てられるんだけど、まあ、例えばその方は人形が好きで、で、まあ、捨てたいとは思ってると、必要以上に持ってるし、ただその時に結構ねあの人形を捨てるとすごいかわいそうってなっちゃうから、もう本当にもうありがとうありがとうって感謝して、でこう人間味が出ないように、なんか人形に対してこう目隠しをすると、なんか紐で縛って目を隠して、で罪悪感をなくして、でちゃんと袋に包んでから捨てるみたいな、ちゃんと一個一個儀式をしないと捨てられない人っていうのもいて、まあ、別にね人なんか自分のペースで捨ててもらえばいいから、人よりも早く捨てないといけないってこともないからいいんですけど、そうそうっていうので、まあ、やっぱこういう理由で捨てられないんだなとかっていうのが結構ね実際ちゃんとリアルに体験して分かったことなので、まあ、そういう意味でも僕最近ねこの企画楽しいんですよ。とか、まあ、あの概要欄からそのね個別のモノ減らし相談会、まあ、要はあの企画結構ね、あとそうそう、ぜひあの申し込んでください、あの YouTube の企画、あれ思ったより当たります。あの言うほど応募来てないんですよ。なんでかっていうと、あの顔出しして部屋も映して自分の素性を晒してって方はなかなかあのいないので、そうあの結構ね当たります。はい、なんか応募殺到でどうせ私が申し込んでも当たらなさそうと思わず、意外と当たります。はい、今んとこ半分以上50% 以上当たってるんで、うん、はい、70、うん、半分以上の方に声かけてるんで割と当たりますっていうので、あの、まあ、あれ結構だからハードル高いんですよね、まあ、だからこそ今その個別ですね、まあ、要は顔出しもできないし全世界に報道、そうですね、 YouTube で公開されるのはちょっと家庭の事情で難しいっていう方は概要欄とかから個別に申し込んでいただければっていう感じで、ちょっと、まあ、そこでちょっと悩みを聞きたいっていう感じですね。はい、そう前に進んでたらそれでいい、あ、そうです、そうですっていうので、そういうのもちょっと直にね、そうだから楽しいんですよ最近 YouTube が。はい、っていうのと、あのね、あと YouTube って最近あの長尺動画が許されるようになった。僕毎回片付け動画上げるとき普通に1時間くらい上げてるんですよ。50分とか1時間超えとか。でなんでこう今まで片付け企画の動画やってこなかったかっていうと、 YouTube って2、3年前僕が始めた時ってまあ10分とか20分30分もあったら長くて見ねえよみたいな感じだったじゃないですか。でも今もショート動画が始まって、でも30秒とか1分のコンスタントの動画が主流になって、でも逆に横長の動画に関しては逆にもうテレビ番組みたいに30分とか、もうそれこそ人によってはなんかそれこそコムドットさんとかヒカルさんとかヒカキンさんもそうだけど、もう普通に 1,2 時間とか3時間の動画に出たりするじゃないですか。それが許されるようになったっていうのがめちゃくちゃ僕の中で大きかったですね。やっぱね、片付け動画をそのほら1日8時間とか片付けて、でそれを10分とか20分に収めるって無理なんですよ本当に。やっぱね、本質的なことって短い時間で伝わらないです。どんだけ編集頑張って言葉削っても、やっぱね、2、30分で得られるような情報って、まあ、大したことじゃないというか、もう物によりますよ、そういう、ね、物にもよるんだけど、やっぱね、こういう片付けの企画ってマインド、自分の性格とかマインドを根本的に変えていかないといけないので、やっぱね、ある程度長時間の動画とか見てもらわないと、そのミニマリストの考え方とかも伝わらないし、っていう、なんか、まあ、ここ最近はもうみんな結構普通に1時間とか2時間の動画を見てくれる文化が整ったから、この片付け動画が上げられるっていうのもありますね。そう、ちょっと時代の変化もあるので、そうそう、時代の変化が片付け動画に追いついたというか、そうそう、そうなんです。だからこの前そのテレビの企画で片付けの、そうですね、朝です の片付けの番組が、要は報道されたのが4、5分、6時間ぐらい片付けて、まあ、放送されたのは5分っていうので、まあね、頑張ってくれて、まあ、ちゃんとコンスタントに要点まとまってるなと思いつつ、僕から言わせると、うわ、あのカットされたシーンのあそこめちゃくちゃ良かったのにみたいなのってやっぱ結構あるんですよ。そうそう、っていうので、まあ YouTube だったらテレビとかそうですね、テレビと違って尺のね長さも関係ないし、まあ、だからといって無駄に長くはしないですけど、そうそう、なんか泣く泣く削ってみたいな、伝えたかったことも削らないといけないみたいなことにはならないから、なんならね、今の動画も割と抑えめですね。あの、まあ、大体50分とか1時間の枠にしてるんですけど、まあ、なんか本当はぶっちゃけ1時間半くらいとか作れるけど削ってるんですよ、あれでも。そうそう、
まあ、もうちょっと動画出して、まあ、みんなが2時なんかもう1時間半とかでも見たいっていう方が増えてきたら、まあ、上げていこうかなと思ってるんですけど、やっぱちょっとまあかといって長すぎると今度ね、なんかこうミニマリスト初心者の人にはちょっと重いじゃないですか。わ、いきなり1時間か2時間かみたいなふうになっちゃうんで、まあ、そこはちょっと今ちょっとずつ時間を伸ばしてるんですけど、そうそう、まあ、あれもだいぶ削ってますからね、泣く泣く素材が8時間とか6時間あるから、そうなんですよ、泣く泣く削って、あ、50分でもまだ終わらないでって感じ、そうですよねっていうので、あと編集が大変です。あれはだって8時間の内容をまず一通りチェックして、でそこから削って、でそこに編集加えて、でさらに何ですかね、ミスがないかとか漏れがないかっていうのに、またその編集した1時間の動画を見返してっていう、動画を1回チェックするだけでまた1時間かかるし、2倍速にしても30分かかるしとか、作るのも大変なんでまあまあ大変ですけど、まあ楽しんで続いてるっていう、はい、感じですね。はい、うんうん、あ、申し込みの方法、申し込みのアドレスをしたら渋さんの LINE のトーク画面になりますので、そこに申し込みって書く、あ、そうです、僕の LINE を登録して、でそこのメッセージに普通にあの物減らし相談会って言ってくれたら、ちょっと後日日程調整の LINE を僕から送り返すので、あ、それで合ってます、はい、ちょっとまた後で詳しく概要欄書いとこうっていうので、引き続きやりますかっていうか、もう1時間半ぐらいやってんのか、はい、まあでもそんな感じか、あ、言ったわ全部っていう感じで、はい、ちょっと最後あの一旦まとめます。捨てられない人あるある特徴7選、1つ目が、長期でダラダラ1日1個みたいな感じでやりがちで、2つ目が収納が多い二重収納をやりがち、3つ目は売れるから譲れるからもったいないからで残しがちで、4つ目は物別じゃなくて場所別に片付けがちで、5個目は捨てるときにクリエイティブになりがち、いつか捨てるかもみたいな、いつか使えるかもみたいなとか、6個目は面倒くさいものを後回しにしがち、まあ、で7個目が実家に送るみたいな感じでまとめました、いった、はい、ですね、はい、でまああとね、うんうんうん、待ってくださいね、まあ、あと実際にサービスですね、まあ、冒頭にそのジモティ使おうとか、メルカリの梱包配送を頼める便を使おうとか、あとまあそれこそ僕のプロジェクターが欲しいみたいな人はなんかいきなり買うんじゃなくてレンティオで月額サブスクで試してもいいかもねとか、あと最近なんか僕あのメルカリで友達の財布を売ったんですよ。ちょっと待ってくださいね。そうそう、ヤギジンペイ君っていう家、友達の家を片付けた時にあの油札の小さい財布がいらないって言ったから、さすがにちょっとこれ捨てるのもったいないよねってなって、僕がヤギ君の財布を預かって、で視聴者さんに売ったんですよ。っていうのがね、でその時どうやって売ったかっていうと、あのメルカリでなんかちっちゃいものを売る時はあれがおすすめですね。あの名前忘れたあのポスト、メルカリでポストでね、そうそう、要はコンビニで段ボールボックスを買って、でポストに投函するだけで、パッと売れるやつがあって、そうそう、メルカリで売るときってなんかこうコンビニとか郵便局の窓口に行って渡してってのちょっと面倒いじゃないですか。でもそれ使うと、もうコンビニで段ボール梱包材だけ買って包んで、あともう家の近所にある郵便ポストにポーンって入れたら勝手に送ってくれるやつがあって、僕結構それ使いますね。あれめっちゃいいサービスだよな、あのポストのやつ。ちょっと名前なんだっけ、でも今メインスマホで、あのメルカリ使ってるメインスマホを撮影に回してるか撮れんけど、これは、あ、これです。あの こんな感じであの8000円で買っていただきまして、ヤギくんの財布を、まあ、僕実はね、あのメルカリアカウントを持っててみんなに公開してるんですけど、もうこれすぐ売りました。もうあの動画公開した日の夜にお買い上げいただいて、でも夜僕近所のファミマに行ってメルカリの段ボールボックス買ってこれ包んで、もうその日の夜に速攻売りに来ましたね。まあ、そうだから売る時 もう後回しにせずすぐやるっていうなとか、まあ、あとそもそもね8000円なんで、8000円っていう価格だから、そうこういうものってね、テンションあの値段が高いからもう早く売りに行こうってなるんですよ。そうそうそう、だからこう
売れるから譲れるから残すなって言ってるんですけど、もうこういうね、あの早く売りたいみたいな、早くこのお金回収したいからっていうものに関しては人間ね自然とモチベーション高まるんで、そう僕にとって8000円は結構ねでかいんでっていうか、まあまあ人の預かり物だからね、ねとかね、こういうものを買いたいですね、ちゃんと売れるように。なので一応僕のアカウント後で概要欄貼っときます。これなんで送ったっけ、あそう、悠々メルカリ便で送りましたね、メルカリポストとかね、まあそんな感じでちょっとおすすめサービス、僕がよく使ってるのもちょっと紹介しようかな、はい、皆さんもなんかこれおすすめとかあったら教えてくださいっていうので、ちょっと待ってね、生U パケットポスト、それ U パケットポストです。はい、僕結構 U パケットポストで売ってます。それです。はい、とか、あと僕メルカリでよく使うのは梱包配送頼める便って言って、まあ、結局売れるから譲れるからで何が悪いかっていうと、めんどくさいから後回しにするっていうのが問題なんですけど、この梱包配送頼める便って、まあ、要は業者、メルカリの業者さんが家まで来て包んでくれるんですよ。まあ、例えばじゃあ、あのソファーベッドいらないってなったら、僕もメルカリで視聴者さんに譲ろうと思ってるんですけど、最悪いらなくなったらね。っていう時に、あれ、あの大型家財ちょっと売るのめんどくさいじゃないですか。わざわざプチプチ、あのソファーベッドに合うプチプチをホームセンターから買ってきて、でそれを運ぶためには車が必要になるしとか。ね、っていうので、この梱包配送頼める便を使うと、まあ、ちょっと手数料は結構高く取られますけど、その代わりもう業者の人が家に来て包んで持っていくっていうことをやってくれるので、そうそう、あとね、まあ、別に大型家財じゃなくても僕リュックとかでも使ったことありますね。もうリュック1個とかでも、なんかもう、まあ、ぶっちゃけね、なんか100均とかでリュックくらいだったね、もう100均とかで梱包材買って売ってもいいんだけど、まあ、そっちの方が儲かるけど、確かに業者使わないで自分でやった方が儲かるんだけど、やっぱり梱包材買ってとかもめんどくさいし、もっと言うとよくあるのが、皆さん紙袋捨てられない、プチプチ捨てられないっていう人は結構多いんですけど、その理由がメルカリで売るときに使えるからみたいな、で無駄に紙袋残しちゃってるんだけど、結局メルカリも普段仕事で忙しくてやらないから、その梱包に使うはずの紙袋も家に残ったままでみたいなパターンが多いんですけども、僕はそのもう売るときにもう業者に頼むとか、もうコンビニにあるそのポストですね、段ボール箱ですぐ買って売るって決めちゃってるから、まあ、要は家にメルカリ用の梱包資材っても僕残してないんですよね。そうそう、もう必要になったらその時に買ってすぐ売りに行くとか、もう業者に頼んじゃうみたいな風にしちゃってるので、まあ、そっちの方が確かに利益は減るけど、まあ、後回しにして、で結局物置に眠って、で広い家が必要になって家賃かかりますとかくらいだったら、多少利益減ってでも頼んで早く、いかに早く売るかっていうことを考えた方がいいですね。まあ、そういう意味でもさっき言った梱包配送頼める便はもうスピーディーに手放せるのでおすすめです。だから物を売るときには欲を出さないっていうのは本当に大事です。でだからとにかく、まあ、そもそも無駄な買い物しなければそういうねお金は貯まってたわけだし、物を早く手放してで身軽になれば小さい家に引っ越せるので、そうそう、で小さい家に引っ越したら、それこそ僕の視聴者さんとかでもう物減らしたら部屋が丸々1個空きましたと、2部屋借りてたんだけど1個丸々物置で使わなくなったから、もう小さいとこ引っ越したら家賃半額になって4万円浮きましたと、で4万円安いとこ引っ越したら年額で48万円節約になるんで、もうメルカリでこまごまと数百円とかの物を売って儲けるよりも、もうさっさと引っ越した方が早く儲かるっていうので、そういう意味でも、まあ、とにかくいかに面倒くさいを乗り越えて早く売るかが大事なんですけど、まあ、この梱包配送頼める便は特にこういう大型家財も勝手に包んでくれるんで、で粗大ごみにもならないし、そうそうっていうのでおすすめですね。とかね、あと最近使ってよかったのはレンティオ、まあ、レンティオ僕のさよく紹介してますけど、まあ、例えばプロジェクターとかもこれ10万円するんで、なかなかちょっとまあ気になるけど値段が高くてっていうのはネックの人とかはレンティオとか使うと、これ月額8000円とかかな、月額4000円だったかな、ごめんなさい、多分4000円だった気がする、24分割、うん、そうですね、まあ、要は
レンティオだったら月額数千円から試せて、で一応3ヶ月間は解約できないんですけども、3ヶ月使って微妙、あ、意外と使わなかったなってなったら返却できるから、ね、その10万円丸々出さ、あの払わなくてもいいし、で最悪欲しくなったらそのまま使い続けると、確か2年経った時点で、そうですね、確かね、これ10万円のプロジェクターを月額4000円ぐらいで借りれて、でそれを2年間24回くらい払うとちょうど定価になると、10万円くらいになるから、そのタイミングで勝手に買い取りになるんですよね。そうそう、っていうので、まあ、なんかちょっと値段が高くてでも勇気出ないみたいな課題は、まあ、売る前提で、まあ、それこそ僕が毎年 iPhone 売ってるのと一緒で、まあ、売る前提で買ってもいいんだけど、まあ、売るのがめんどくさいって人はそれレンティオを使ってもいいと思います。レンティオはかなり楽でしたね。なんか変装するのめんどいかなとか思ったら、なんか普通になんかレンティオの中サービスの中にある QR コードをパッとなんかこうコンビニに行ってパッと、まあ、メルカリみたいな感じですね、出したらすぐ送って、そうですね、変装できたりとか、まああと集荷も来てくれるし、なんかレンティオは割と借りた後返すのめんどくさいんじゃないかなと思ったけど、めちゃくちゃ簡単だし、あの買うのも簡単、Amazon Pay とか Apple Pay でもポチポチ借りれちゃうんで、なんかあれはめっちゃ良かったな。そうそう、あれ借りたんですよ、前も話したけど、アイボっていう犬型ロボットを借りたんですよ。まあ、もうちょっと動画も上げてないけど、そうそう、あの20万円するソニーの犬型ロボットを気になって買って、でもちょっとまあ結果足音うるせえなっていうので、ガチャ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 、なんか犬のロボットが歩くたびにうるさいなっていうので、結局あこれ微妙だったなっていうので、いやマジであれ買わなくてよかったとか言ったら失礼だけど、これレンタルでよかったなと思って、でしかも20万円で買って月額3000円するんですよ本来は。まあ、でもそれを1週間3万円なんでいくらかだっけ、すみませんね、まあ、なんか1万2万かすみません、パッと値段出てこないけど、まあ、安く20万円と月額3000円かかるものがね、1、2万とかで借りれたんで、あれは本当にマジでいきなり買わなくてよかったみたいなものとかはレンティオで、ちょっと気になるけどこれ本当にうちの生活に合うのかな、でも試してみないと分かんないしなみたいなものは結構レンティオとかで買うと失敗少ないかなと、うん、買うじゃなくて借りるとね。あ、ホットクックをレンティオで半年使いましたとかね。そうそうそう、ホットクックとかもちょっと気になるじゃないですか、まさにそういうの、全自動料理マシンみたいな、ね、あれちょっと僕も気になってるけど使いこなせるのかなみたいな。そうそうそう、なんか確かにミニマリスト的にあれ1個で全部自炊してくれて自動化できるんだったら楽そうだなっていうのがあるけど、多分まさに使いこなせるのか不安みたいな感じでレンティオを使うとかね、いいっすよねあれ、っていうので、ちょっと一瞬止まるかも、バッテリー確認します。あ、まだ全然余裕、意外とバッテリー長持ちするなっていうので、はい、スパチャが来た。さなえさん200円ありがとうございます。はじめまして、今年断捨離して20万近くお金ができました。また時間と心に余裕ができました。渋さんに感謝。すごい、20万円のうち200円をもらったっていうのでありがとうございます。はい、でもやっぱね、最大の節約は物を減らすことだと思います、本当に。まあね、まあいろいろあります。お金を貯めるときに何ができるか、まあ、副業を始める、仕事を増やす、ポイ活やるとか、あとなんだろうな、投資、まあニーサとかも何でもいろいろあるけど、まあ一番手っ取り早く簡単にすぐ成果出るのはやっぱりシンプルに物を減らすってことだと思いますね。本当、なんかこう自炊節約飯を作るとかいろいろあるけど、やっぱ一番お金貯まるのは無駄なものを買わないってこと、これにつきますね本当。そうすると、まあ、まず日々の出費が減るだけじゃなくて、その、まあ、家がコンパクトになるとか、ランニングコスト、生活にかかるランニングコストを下げるのは一番節約になると思うし、精神安定的な意味でも、そうそう、やっぱね、物を減らすのは一番お金も心にもゆとりができるので、はい、いいですね、こういう報告嬉しいです、ありがとうございます。なんか一番最初になんか思い出したわ、なんだっけ、なんか韓国系アイドルの
グッズが好きで捨てられないみたいな、一番最初に来てちょっとコメント欄が埋もれちゃったけど、まあ、思い出のものは僕どうしてるかっていうと、まあ、それこそ僕もアイドルとか好きなのでどうしてるかっていうと、まあ、やっぱ基本的に物販 T シャツは買わないとかですね、まあ、それができたら苦労しないよっていう前提で言うと、僕オタ活でもやっぱり、まあ、使えるお金は借りられてるわけで、ただ僕はどっちかというと例えば投げ銭をするとか、ライブに同じライブ昼と夜ワンデイズツーデイズ行くとか遠征に行くとか、そっちの方に僕はお金を回してるんですよね。そういうオタ活とか応援アーティストのライブ行くとか、とかあと思い出のもの全般に言えるんですけど、キャパを決めておくっていう、あのもうこれ僕も何度か見せてますけど、まあ、僕も一応そのなんですかね、思い出のものをボックスというか一応収納はあるんですよ。僕のそういう、まあ、ちょっと待ってください、これ見せられないもんないよな怖、まあ、要はこの透明のクリアファイルの中に例えばチェキとか入ってますね。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。なんかね、ここにあのチェキとかあるんですよ。こういう僕のマジ思い出のものスペースというか収納はマジでこのクリアファイル、この一冊分、まあ、これだったらそんなかさばらないしなっていうので、この範囲内は残していいみたいな感じで僕は撮ってるんですよ、うん。まあ、あとサイン色紙とかね、こういうのコンパクトサイン色紙、渋さんへって書いてるやつね、まあ、これはあの HKT48 チーム K4 の、サイン色紙ですね。なんか5人か10人とかにしか当たんないやつがなんか運よく当たったんで、まあ、こういうのはもう、まあ、もうちゃんと現物で残してるんですけど、まあ、これくらいですね僕残してるの。なんかあるかな、はい。あとあの好きなバンド のシドの真央さんですね。ビジュアル系バンドのシドの真央さんのラジオに出させてもらった時にいただいたハガキとサインだけはまたご一緒したいですってやつ、まあ、これだけは残してますねっていうので、まあ、僕はもうこの範囲内だけ残すみたいな感じにしております。まあ、なんでなんか基本的に趣味のもの全般、思い出のもの全般に言えるんですけど、もうこのキャパの範囲内で残すとか、まあ、さっきあの人形が捨てられない人の話したんですけど、その方とかに言ったのはこの収納ボックスの範囲内の残していいけど、それ以外はみ出るものは捨ててねっていう風に言って、そこから選別してもらったんですけど、そうそう、やっぱ自分のそのキャパの範囲内で、まあ、服とかもそうですね、クローゼットに収まる範囲内でとかっていう風にやらないと、やっぱね、趣味のものだからといって残し続けると、もう今度やっぱりまた物置が必要になってとか、ね、ちょっと生活に支障が出てくるので、そうそう。っていう感じで、もう量を決めちゃう。自分が管理できる量、甘えない。それ、もうそこにはみ出たら絶対やってもらう。そこはもう厳守するっていう。あと写真で残すとかね、そうそう。まあ、僕もだからここから、まあなんか別に、思い出のものだけど、まあ、現物で残すほどではないなみたいなものはやっぱり写真撮ってたり捨てたりするし、まあ、ただやっぱり僕もね、さっき言ったもその10人にしか当たらないものをなんかそのマジ激レアで、しかも今推してるこのみたいなとかはさすがに今も欲しいから、まあ、もしかするともう5年後10年後とかになってその熱量が冷めたらなんかワンチャン捨ててる可能性はあるんだけど、まあ、今少なからず残したいなってものに関してはキャパを決めて残すっていう風にしてるし、まあ、もっと言うとさっき言ったその物より経験とかを重視してお金を回すっていう風にしてますね。はい。やばい、こっちのスマホのバッテリーが切れた。こっちも切れそう。やばい、充電がいろいろ足りてない。さっきもだからそのずっとお昼 YouTube の企画で撮影して、でそのまんま今こっちのライブ配信になってるから、やばい、いろいろとバッテリーが、コメントは読めない、はい、っていう感じで、
はい、まあ、ちょっとここからはもうでもある程度喋りたいこと喋ったんで、あとちょっと軽くなんか僕に質問したいことがあれば、ちょっと待ってくださいね。はい、っていう感じですね。ちょっと少々お待ちくださいね。っていうのでね、まあ、僕あと年越し後の予定か、これどっから見るんだ。まあ、今後やりたいこと、あ、来年の抱負とか喋ろうかな。はい、来年の抱負は、まあ、やっぱりシンプルに YouTube でものを減らそうと思います。まあ、一応、あ、そう、目標ですね。はい。まあ、僕、あんまりね、1年間の目標って立てないんですよ。去年立てて失敗したんで、まあ、やっぱさ、なんか、2024年度の目標はこれって立てるのもいいんだけど、やっぱ人間そんな1年後のね目標とか立てられないし続かないし、大体もう 年の初めに立てた目標ってもう1ヶ月2ヶ月もすればもう忘れてたりとか、でも1年間を見越して立てた目標だから半年時点でうまくいってないと、あ、もうこれ無理じゃんみたいな感じで諦めちゃったりとかするから、なんかあんま長期長すぎる目標って立てない方がいいし、まあ、僕は現に2023年立てた目標はほとんど達成できてなかったりするので、まあ、筋トレぐらいかなっていう意味で、まあ、直近1ヶ月とかもっとスパン短めに目標は立てた方がいいと思ってるんですけど、ちょっと待って、コメント欄が少々お待ちください。ちょっとね、これピンマイクつけてるんですけど、これミュートとかできんのかな、ちょっとテストしていいですか。怖っ。ん、これからやめとこう。ミニマリスト支部、これか、来た来た、すいません、少々お待ちください。はい、渋さんまた引っ越しをするんですか。あー、で言うと、まあ、最初ちょっと内見してたんですけど、ここだと思った物件が、なんか すいません渋さん、さっき申し込み入りましたっていうので萎えちゃって、でただね、もう年越し、そう、僕なんかちょっと1年に1回引っ越したいなと思ってるんで、ちょっとね、そうそう、片付け企画もストック今いっぱいあるんですよ。だから1月1個も片付け動画、まあ、週1以上では絶対あげるんで、多分ね、まだ撮影して片付けてない、あげてない方が5人ぐらいいるんで、ちょっとゆとりがあるので1月はちょっと家を探そうと思います。はい、はい、どうしようかな、次の家。なんかね、今日片付けた方が畳の部屋だったんですけど、なんか畳の部屋いいなとか思いましたね。なんか僕やっぱね、床で過ごしてる方が落ち着くんだよな。うん、まあ、今ソファーがあったり、出窓を机にしてたりして、まあ、わりかし位置高めに生活してますけど、まあ、僕それこそなんか夏場とか床で寝てたんですよ、クッション材の上で。やっぱなんか床に近い方が落ち着くなみたいなのはなんかあったりして、そうそう、だから僕結構プロジェクターで映画見るときとかもなんかまあ、ここで見たりもします。全然こっから見るんですけど、こうやって僕意外と、あと任天堂スイッチゲームするときとかもなんか普通にもうこのスツールの上になんか任天堂スイッチを置いてゲームするみたいな、そうそう、なんかね、出窓の高い位置よりもなんか低い位置でこうやってゲームしてたりするんですよ、なんかリアルに。こう任天堂スイッチですけど、なんかここでこうスツールサイドテーブルにしてこうやってゲームしたりとかだと、なんか疲れたらこう壁にもたれかかってみたいな、なんかこんだけ部屋広いのに隅っこでこんな低い位置でゲームしてるみたいな感じっすね、僕。とかなんか普通にネットフリックス見るときも僕普通にここにもたれ床に座ってもたれかかって見てますからね、ここから普通にこうやって、なんか地面に低い方が落ち着くんかなとか、まあ僕家庭環境もあると思うんですよね、こういうの。僕実家も畳の部屋、リビングが畳の部屋と洋室で2か所あったんですけど、基本僕畳の部屋にいたし、そう、なんか地面に低い方が落ち着くなみたいなのはあったりして、
まあ、そういう意味でも畳とかはまあなんかいいなと。あの畳の物件がなかなかもうないですよねっていう、はい、今日ちょうど畳の部屋の方を片付けて思ったっていう。そうピンマイクがあるとこれができるといいですよね。そう距離が空いてもちゃんと喋れるっていう、うん、いやマジ買ってよかったピンマイク、もっと早く買えばよかった。来年買ってよかったもので紹介します。はいっていうね、はい、スパチャがいっぱい来てるママさんありがとうございます。ちょっとここから読みますね。運よくライブ配信が始まっていて、拝見しながら今断捨離をしながら片付けてました。短期間でという話だったので、やりだしたら明日には完了するところを片付けました。おーすごい、得意なことを誰かのために役立てて話せる力って大事ですね、ありがとうございますよと。そう言っていただけると嬉しいですね。まあ、僕はやっぱり、まあ、さっきも言ったんですけど YouTube の企画をその視聴者さんの家に片付ける企画に絞ったっていうのも、そうそう、だからミニマリストもいろいろいるじゃないですか。なんかその物の数にこだわらないで、もうミニマルなデザインとかにこだわる。まあ、僕例で言うと、僕のアシスタントやってくれてるあのリクト君、真っ白い部屋の、あの元々テレビリポーターやってたリクト君の、あの真っ白い部屋とか、あとあのアパートメントさんとかもそうかな。まあ、ミニマリストって言われる、まあ、シンプルな生活をしている部類の2人ですけども、その、まあ、僕みたいにそのなんか荷台で引っ越してとかタクシーで引っ越せるみたいな、そこまで物量にはこだわってないけど、なんかその ミニマルデザインで美しいものにこだわるような人もいたりとか、なんかもうそれこそ節約のためにミニマリストやってるから、もうなんかそれこそ使えるものは100均でも何でもいいし、もうなんか一個一個上質なものとかどうでもいいから使えれば何でもいいみたいな人もいるし、まあ、なんかそうそう、だからもうデザインはこだわらない、とにかく物の数少なければいいみたいな人もいるし、まあ、僕はその点で言うと重視してるのは、まあ物の少なさと、手間の少なさと、あとデザイン、この3つをなんか三角形作ったとして、その中間ですね、まあ、要はちゃんとバランス取るようにしてるっていう、まあ、当然身軽に引っ越せるようにしたいから自分で運べる範囲内の物の量に収めつつ、ただ時短できる道具は多少物が増えても増やす、お掃除ロボットであるとか、ドラム式洗濯乾燥機とか、まあ、普通に考えたらない方が物の数は減るんだけど、まあ、手間が増えるんで、僕はなんか物の数いくら減らしても手間が増えたら意味ないと思ってるから、まあ、そこはバランス取りつつ、そうそう、まあ、なんか僕あんまり家でそんな凝った自炊しないから今のところ手で洗ってるけど、まあ、もうゴリゴリ自炊してとかなったらなんか食洗機増やしてもいいかもなとか、まあ、そのなんか自分のライフスタイルに合わせて物増やした方が手間が減るんだったら持つし、いらないんだったら減らすしっていうところと、かつそのデザインですね、まあ、例えばうちのドラム式洗濯機ってなんかキューブルってやつなんですけどね、真四角でかっこいいじゃないですか、とか、なんかあれはもう僕それこそ日立のやつとかなんかいろいろあるんですけど、別のやつの方が電気代が安いとかあったけど、もうその電気代云々より節約よりもミニマルデザインで美しいみたいなところを優先して買ったりもしたりするから、そうですねっていうので、まあ、要はそのミニマリストもいろいろいて、で人によってはそのなんかそれこそミニマリストの本とかでもなんかこうミニマリスト武井さんだったらなんか月10万円でミニマリスト生活と か、 なんかユミニャンさんとかだったらなんかあのミニマリストが投資してファイアするみたい な、 なんかこう節約とか投資のことを語る人もいれば、なんかそのアパートメントさんみたいにそのなんか一個一個物にこだわってとか、その、ね、もっと物にこだわるみたいな人もいるしとかっていう中で、僕の一番の強みはさっき言ったちょっとバランス取ってるっていうのと、その YouTube における強みに言うと僕は結構喋れるっていう、物を減らす理論をなんか物を減らす方法とか考え方をなんか理論的に体系立てて喋れるっていうのが僕の強みだなと思ったし、まあ、フットワーク軽いんでもう全然あの旅行もポンポン、そうですね、沖縄も札幌もボンボン、もう飛行機乗ったり新幹線乗ったりがそんなに苦じゃないんで、まあ、出張片付けも行けるしなみたいなっていうところで、そうですね、その自分の得意なことを生かすっていう方向で言うと、現状今の片付け企画が一番いいんじゃないかと、まあ、僕も楽しいしね、はい、っていう話です。ありがとうございます、1000円のスパチャ、はい、っていう感じと、花花さん800円ありがとうございます。アクセサリーやバッグが多くて
気に入ってコレクションみたいになってまずすっきりさせたいけど手放せません、アドバイスを教えていただきたいです、よろしくお願いします。で言うと、まあ、お気に入りのものだ、さっき言った趣味のものとかはもうこの範囲で残すっていうのを決めた上で楽しむとか風にしてほしかったりとか、まあ、コレクションするのがもう本当に生きがいで趣味であるのであれば、例えばそれ以外を減らす、例えばアクセサリーとバッグはちょっと人より多めに持っていいんだけど、そのコートとか身につけるものは減らして、まあ、そこで帳尻合わせるみたいな。結局ミニマリストってその、まあ、よく協調って言ったりするんですけど、ミニマリズムの本質は協調だみたいなこと言うんですけど、なんかこのアップルのこのリンゴマークを目立たせるために他を剃り落とすみたいな、自分が大事にしたいもののためにそれを剃り落とすって考え方だから、もしそのアクセサリーとかバッグが好きっていうのが本当に自分にとって大事なものなら、それは残してそれ以外、さっき言ったこまごまって靴とか服とかコート下着とかそういうとこ減らせると思うので、それ以外を徹底的に減らすっていうところで帳尻合わせすればいいかなと思いますね、はい、っていうね、はい、前なんかね、僕が何でしたっけ、思い出した、あの人なんかオタクの人の部屋のねルームツアーやったんですよね。今元気にしてるのかな、あの男の子。ブログやってるのは見たんだけど、あ、いた、これ。ちょっと待ってくださいね。あのね、フィギュアを無限に買いまくるミニマリストの男の子がいて、言ってること意味わかんないでしょ。フィギュア大量に置いてるんですけど、ミニマリストなんですよ。実際そう。あのただ名乗ってるだけじゃなくて、実際部屋そうなんですよ。あ、これ。これすごい。ちょっと待ってください。変なもの映ってないかな。危な。この子極端ですけど懐かしい。あの部屋何もないけど部屋の隅っこに大量のねフィギュアがあるみたいな、この子変態でいいっすねいい意味で尖ってて、僕こういう子好きなんで、まあ、実際ルームツアー行ったくらいですし、元気してるかなっていうのでね、この子ってまさにコレクターじゃないですか。後ろに大量にフィギュアがあって、でもそれ以外が少ないからすっきり見えるっていう、ケンさん、そうケンさんですっていうのでね、いやーこの子はね面白かったっすね。そうポスターとか貼ってあるんですよ、声優さんの。今スマブラの人になってる。あ、そうなんだ。そうだからね、もうオタクのフィギュアとかポスターだけ大量にあるけど服が少ないとかね、そうこれくらい自分の好きなものが分かってるのであればそれ以外減らせるはずなので、危ない CM 危ない、すみません、ね、はい、っていう感じですかね、アドバイスとしては。はい、っていう感じですね。あ、スパチャが来た。あれ、ちょっと待てよ、どれだっけ。はい、スパチャありがとうございます。マッチョ40エイトさん、今日スパチャが多い、年末年始だからか、年末年始で皆さんボーナスとか給料日で潤ってるからなのか、今日スパチャが多い、ありがとうございます。あ、あ、すいません、マッチョ49だった、すいません、49、最近の動画の一緒に片付けをする動画すごく参考になってます、ありがとうございます。動画を聞き流してるだけでやる気が起きて本がかなり手放せました。絵を描く仕事がはかどる部屋を目指して頑張ります、感謝です、ありがとうございます。そうね、絵を描くっていうのが決まってるのであればそれに集中できる部屋で言うと、今片付けてる方、あのイラストレーターの方ですね。そうイラストレーターの方片付けてて、まあ、結構だからそのね、絵を描くってなってくるとなんかそのクレヨンとか絵の具とかなんかデコレーションのシールとかなんかね、すごいそういう創作アイテムみたいのがすごい多いから減らしたいけど、まあ、それは必要なものだから仕事柄、まあ、それで何を残して減らすのかみたいな、すごいねちょっと、まあ、ちょうど片付けてる方がいて、ちょっとそうですね、イラストレーターの方の片付け動画が1月か2月には上がると思うのでぜひチェックしてみてください。そうですね、でもその方もすごいデスク周りすっきりして創作はかどってるみたいですね。
あと本手放すのいいですね。あとね、本って結構売りやすいです。それこそ年末年始片付ける、何片付けるか迷ってる人は、まあ、僕 服減らせとかは言ってますけど、本もおすすめですね。まあ、書類、まあ、特に本とかって最悪売ってで欲しくなったらまた買えばいいじゃないですか。ブックオフとかで安い古本をっていうのもあるし、本でね場所取るんですよね。めっちゃ埃もかぶってくるし、場所も取るし、重いしっていうので、本はねもうすぐブックオフとかどこでも売れるし、また買い戻せるし、そうそう、だからまあ手放す時のおすすめとしては、それなんか思い出のものとかは後回しですね。さっきの僕のやばい、まあそういうさっきあの思い出のなんかアイドルのグッズが捨てられませんみたいな方いたと思うんですけど、まあ、そういう中のものでも、例えばさっき言った僕のサイン色紙とかってもこれ捨てたら終わりじゃないですか。もうゴミ袋です。これ売るにも売れないし、僕の名前があるからね、売るにも売れないし、ゴミ袋を捨てちゃったらもう一生取り返せないから、これはもう 100% いらないって言えるまでは捨てなくていいんですよ。それ取り返せないから。ただおたかつグッズの中とかでも、まあ、なんか取り返せるものってあると思うんですよ。それこそ生写真とか捨てても同じやつ、だいたいメルカリとかで売ってるから、そうそう、いらないなと思ったら、そう買い戻しできるものから優先して減らしていくと、まあ、最悪買い戻しできるんでっていう点で、本とかはその典型ですね。本とかってね、別に売ってまた読みたくなればまた買えばいいし、大した金額でもないし、一冊だったら1000円以下とかで、そうそうっていう感じですね。本から捨てる、そうですね、本捨てるのは結構割とやりやすいのでおすすめです。とかあと電子書籍で買うとかですね、まあ、別にもう紙の本ではいらないから、もう紙の本売っちゃって、でそのお金で電子書籍にまた買い戻すとかしてもいいし、電子書籍だったら場所も取らないしっていう感じですね。うんうん、はいっていう感じですね。すごいいいコメントが来てるですね。父が破産してゴミ屋敷になりました。渋さんはお父さんと距離を置いて変化したこと、良かったことがあれば教えていただきたいです。で言うと、まあ、うちの実家も自己破産したタイミングでゴミ屋敷になって、で、まあ、僕その貧乏人の負のループっていう話をよくするんですけど、まあ、ちょっとそうですね、みんながみんなとは言わないけど、まあ、貧乏人ほど物が多くて金持ちほど物が少ないっていう、まあ、これは実際ドラマの演出とかでも、例えばこう低収入の人の家を表現するときはわざとそのスタジオのセットの、まあ、要はタンスを置いたりとか物をたくさん散りばめて余白をなくして貧困を表現すると。で逆にお金持ちの家とかはもう広い家に大理石1個だけみたいな、なんか要は空間の余白を表現することで高所得のアピールをするとか、あともっとチラシのデザインとかでもありますね。例えばもう島村とか、ごめんなさい、ね、業務用スーパーとかドンキホーテとか、なんかそういうちょっと大安売りのものとかってチラシデザインすごいごちゃごちゃしてるじゃないですか。2個まとめ買いで何円引き、なんか本日限りのセールで大根何十円とか、なんかそういうすっごいごちゃごちゃのデザインじゃないですか。そういう安売りしてるところのお店のチラシって、まあ、でも逆にハイブランドもなんかグッチーとかマルジェラみたいなものの広告ってもうなんか真っ白いスタジオにモデルさんがその服を着て鎮座してるみたいな、すごい余白あるじゃないですか。ハイブランドの広告とかモデルさんが立ってて2024年 SS みたいな、そうそう、チラシ全部要は高所得に対しては余白のあるデザインをするっていう、そうそうっていう手法があるくらいですね。やっぱそういう要は物をあえて多くしたりとか、そのデザインの要素をなくすことで、まあ、そういう低所得の人にアプローチできたり、逆に高所得の人に物を売ったりっていうのができるくらい、そうそう、そういう手法があるくらいですね、まあ、実際だから僕の家も実際もう自己破産してお金がなくなった時はゴミ屋敷になったし、逆にお金があった時は専業主婦の母親はちゃんと整理整頓して片付けてたしっていう、でお金がなくなるとストレスが溜まって、でまたそのストレスを発散するために安物買いの銭をしないで、給料日になった瞬間になんか無駄なもの買って、で 家中物だらけになるけど、結局またその物を買うために僕たちはまあ労働時間命を削ってるわけじゃないですか。1000円の物捨てちゃったらね、1000円分また払
働いて取り返さないといけないしっていうので、また減ったお金を取り返すために働いて、時間の余力もなくなって、でまたストレス溜まって、また物増えて、でまたそれお金を取り戻すために働いてっていう、その負のループで永遠と家がゴミ屋敷化していくっていう話をよくするんですけど、まあ、だからこそこの負のループを断ち切るためにも短期集中でバーって物を減らせっていうのもよく言ってるし、そうそうっていうのでね、これ何の話だっけ、あ、父親と距離を置いてみたいな話でしたっけ。父親と距離を置いて変化したことで言うと、まあ、やっぱり僕そもそもミニマリストになった理由が、実家を抜けて一人暮らししたいっていうところから始まって、それはとにかく一人の時間が欲しかった。でそれこそブログを書いてとかするためにはやっぱり一人の時間が必要で、ただずっと家にいると、それこそ父親が母親がああだこうだ言ったりとかね、なんかなかなか自分の時間も作れず、 で結局自分も成長しないから、でなんか自分が成長するための時間がなかなか家にいると確保できないし、親にああだこうだ言われてストレスになって、親が嫌いになってでっていう負のループに入ってたんですけど、まあ、親元離れて一人暮らしするようになって、それこそ今もうある程度お金とか時間にもまあ多少余裕が生まれてなってくると、心に余裕が生まれるから、なんかもう父親のなんか父親母親とか親戚のなんかどうでもいいことに対してもなんかもう余裕を持って接せれるというか、うん、あ、なんかまたおせっかいなこと言ってんな、うんうんうんみたいな、もうまたこのパターンねみたいな、なんか余裕を持って許せるようになったっていうのは、今の生活を始めてからそういうふうに、うん、余裕を持って接せるようになったのはなんかあるかな。であとなんかある程度距離を置いてると、なんかもう親もああしなさいこうしなさいみたいなことはそんな言わなくなってきたかな。なんか僕それこそフリーター時代に実家にいた頃は、母親がなんか早くあなた正社員になりなさいみたいな、そうそう、僕はなんかアルバイトずっとしてて、で一応正社員登用の話ももらってなるチャンスがあったんだけど、まあフリーターから正社員登用になるパターンって、だいたいアパレルとかそういう安月給な、一応名目上は会社員なんだけど、まあ稼ぎで言うとなんか別にバイトの時給と変わらないみたいな、だから責任だけが増えて、で大して稼ぎも増えないのに、で休みも融通取れなくなってってことになるくらいだったら、世間体とか見栄えよりも、まあ、別にフリーターでもいいから、ある程度責任の度合い低くて自分の時間にゆとりがある方がいいなっていうので、僕は固くなりその正社員というの話は断ってたんだけど、そうしても母親がやっぱり、いや、あんたせっかくね、あんたの立場でなれるんだったらいいじゃんみたいな、正社員になりなさいみたいな、とにかく正社員正社員みたいな、なんかその肩書きにすごいこだわって言われたから、そうそうそう、まあ、結構それがストレスではあったんですけど、そうそう、毒親と世間体ですねっていう、そうそう、コメントありますけど、やっぱそういうところからもうね、親を変えるのは無理なんで、まあ、親に借り出す他人を変えるのはね、だから自分から距離を置くと、まあ、距離を置いてもなんかちゃんと一人暮らしできてるとか、まあね、心配してくれるし、おせっかいなこと言われるけど、やっぱね、ある程度距離を置いて自立した生活をもうずっと送ってくると、なんかもう親もなんですかね、安心するんですかね、親も、なんかあんまああだこうだ言われなくなってきましたね。そうそう、とかね、まあ、あと僕の場合は結構それこそよくあるのが、なんか同居人、家族が物を減らしてくれませんみたいなパターンで言うと、なんか母親も結構メルカリとか使って物を減らすようになったんですよ。で昔は全然そんなことなくて、まあ、別にめちゃくちゃ散らかってるわけでもないけど、別にそんな家綺麗でもないみたいな感じだったんですけど、さすがに息子がこんだけ物少なくてねっていう様子を発信してると、なんか母親も影響されてるのか、なんか片付けるようになったし、メルカリ使ってなんかね、母親登山に行くのが趣味なんですけど、登山に行く最中で松ぼっくり回収して、で松ぼっくりになんか色を塗るのが趣味、なんか結構そういう創作活動が好きなんですけど、母親なんか、要は今クリスマスシーズンだったじゃないですか、だから松ぼっくりを拾ってきて緑色に絵の具で塗って、でその緑色に塗った絵の具セットをなんかメルカリで売って副業してるみたいな、それはなんか僕が実家を抜けてから、まあ、距離を置いてから勝手にするようになってたって感じですかね。うん、っていうので、いい影響、はい、っていう感じですかね。
はじめまして、こんばんは。思い出の品といえば、卒業アルバムと卒業証書ってどうしましたか？また処分したならどうやり直しましたかで言うと、ね、なんかミニマリストあるあるで調べると、多分大体卒業アルバム捨てた冷たいやつみたいな、感情がない冷たいやつみたいなことよく言われるんですけど、僕から言わせると卒業アルバムをその捨てるためにちゃんと写真を撮って、でちゃんとお気に入りフォルダ分けして、でいつでもクラウド上で見返せて、でたまに見返してる人の方が僕はぬくもりあると思うんですけど、なんか現物にこだわって物置に眠らせて埃かぶって ちゃんと残してるけど見返す習慣ない人の方が僕冷たいと思うんですけど、そうそう、まあ、何が言いたいかっていうと、僕卒業アルバムはさすがに全部は写真撮ってなくて、もうね、僕あのサインのとこしかあの残してないですね。し、なんならもうそれがどこにあるのか分かんないくらい見返してないですけど、サイン、友達からもらったサイン色紙のとこだけ写真撮って、であとなんか自分が写ってるとことかはもう撮ってないかな。卒業アルバムって最悪学校に行ったら残ってるんですよ。僕はなんかそのもなんか北九州の学校の4期生の卒業アルバムみたいな、なんか学校の図書館に行ったらね、大体置いてあるから、マジね、全部捨てても最悪学校行ったら見返せるし、友達が持ったりするじゃないですか。最悪友達大体みんな持ってるしとか、そんなみね、まあ、強いて言うならだからそのサインのとこ、友達からもらったサインのとこだけはもう捨てちゃって記録残しておかないと学校行っても置いてないので、まあ、注意点としてはそこですね。サインの部分だけは絶対に残しておかないと取り返しがつかないっていうことくらいかな。それ以外は意外とどうにかなります。はい、うん、ミニマリストあるある何があるかな。まあ卒業アルバムでしょう。あとは何ですかね。アップル製品と無印良品が好きとか、スティーブ・ジョブズをすごい神様にしてるとか、あと何があるかな。まあなんかバスタオルじゃなくてフェイスタオルにしてる人が多いとかね。まあ、あとスマホはアップル製品とか、なんかそう、なんかミニマリストあるあるってなんかいろいろあると思うんですけど、あと服はモノトーン着がちとか、なんかね、卒業アルバムは昔からあるあるの一つとして、あ、スパチャ320円にゃんさん、ありがとうございます。以前渋さんはお金を貯めすぎないとお話しされてましたが、今もそうですかで言うと、めっちゃそうですよ。なんか僕ちょうど今年、さっき確定申告行ってきたんですけど、会社の、あのこれ言っていいと思うんですけど、僕今年会社赤字でしたね。あのさっき税理士さんから連絡来て、今年の決算渋さんあの320万円赤字ですって言われて、まあ、利益が残ってないんですよ僕の会社今年はね。今年初めて利益出なかったというよりは、何が言いたいかっていうと、僕は今月あんまお金を、今年はお金を残さないでガンガン使ったんですよ。まあ、それこそ出張ミニマリストでもうバンバン飛行機乗って交通費に使ったりとか、外注ですね、あの YouTube の動画と、僕もう一個サブチャンネルでミニマリストの愛用品とか、あと Instagram で僕は文字入れアカウントがあって、それとかはあの要は外注してお金払ってやってもらってるんですよとかっていうので、結構僕はこれあの、お金ガンガン使って残さないで赤字になったっていうので、はい、まあ、若いうちはね、僕20代のうちはあんまりもう貯金も投資もしてないっていう、まあ、僕、まあ、それこそ積み立てNISAとかもやめちゃったので、20代最初やってたんですけど、まあ、僕これは僕あくまで僕の考えなんで、投資が好きならやればいいと思うし、ただ僕は20代のうちはできるだけなんかそういう旅行に行くとか、なんか友達とのご飯に行くとか、なんかその語学学習とか、なんかそういうスキル経験とかできるだけ自分に使った方が将来的な収入も伸びると思ってるしね。まあ、基本的にあの人間年齢重ねれば年収上がっていってお金余ってくるんで、もう若いうち、それこそ年取った時にたくさんお金貯金があって旅行行こうとか思って もう体力もないし、ね、お金使い切れないみたいな話をよくあると思うんですけど、僕はちょっとね、20代のうちはもうガンガン自分に使おうみたいな、まあ、それこそ筋トレのために自分にお金使うとか、なんかプロテインにお金使うと何でもいいんですけど、僕はあんまりもう1年分、生活費の1年分、僕なんかもう120万円だけ残してる、あの
講座があるんですけど、もうそこだけ残してもう他は全部使ってますね僕は。まあ、それこそ ICL やってるとか歯列矯正やってるとか、まあ、こういうのって若いうちからやった方がいいから時間もかかるし、まあ、なんなら借金してもいいからとか、まあ、そのローン組んでやるくらいやっぱり若いうちにやった方がいいことって絶対あるので、うん、僕はだからかといって貯金がなさすぎると今度それはそれでまたお金の不安がつきまとうから、まあ人によるというのは、まあ、最低でも半年とか3ヶ月とか半年とか、まあ、これだけ残しとけばとりあえず最悪仕事がなくなったりプータローになってもどうにかやっていけるだろうっていうお金を、まあ3ヶ月半年1年とか自分がこれだけあれば安心できるっていう量だけもう最低限残して、まあ、あとは使うっていうふうに僕はしてるので、まあ、これはそうですね、僕はなので結構お金使ってますね、そういう意味で、はい。まあ、ただその代わりこういう家賃とか生活費の部分はそんな上げすぎないようにしてますね。まあ、ぶっちゃけタワマンとか住んでもいいけど、まあ多分住んで2週間ぐらいがピークなんだろうなっていうのは、まあ一回経験としてね、まあ、やっぱりタワマン住まなくていいっていうために住むのはありだと思うんだけど、うん、まあまあ僕はだからそういうなんか生活、なんかその広い家住んでとか、なんかハイブランド身につけてとかっていうよりは、なんかそう仕事に使うとか趣味に使うみたいな、そっちでお金ガンガン使ってますね。そうオタ活とかねオタ活もほどほにですけど、まあ、ライブに行くとかも、そうそう行かずに後悔するとかいうくらいだったら、うーん、まあ、ここは人それぞれね価値観違うんで、うん、はい、っていう感じで、また本を出しますかで言うと1月17日六本木ツヤ書店さんでイベントをやります。1月17日水曜日19時から六本木東京都内でツヤ書店さんでイベントあるので、また告知するので1月17日開けておいてください。はい、っていう感じですね。はじめまして、クレジットカードからデビットカードに切り替えたくていろいろ調べていたら渋さんのチャンネルにたどり着きました。私が見たのは何年も前の投稿ですが、今もキャッシュをメインで使ってますかで言うと、はい、ここに手元にあります。僕はお金貯めたい人におすすめしているのは、クレジットカードは使わずにデビットカードを使うっていうような、ここですね、はい、じゃじゃん、キャッシュを使ってますね。なんだかんだね、あれからこれ超えるカードというか、まあ、僕はナンバーレスのデザインが好きとかもあるんですけど、まあ、0.2%、 昔はねデビットカードとキャッシュ の二重でなんか 1% と 1% は 2% 還元とかあって、まあ、今はもう 0.2 になってますけど、まあ、0.2% 乗るしデザインもシンプルでナンバーレス化できるしっていうので、まあ、デビットカードって何かっていうと銀行口座から直で引き落とされるクレカというか、まあ、クレジットカードは1ヶ月間のタイムラグがあるからつい使いがちになるみたいな人多いと思うんですけど、まあ各言う僕もリボ払いで苦しんだりとかもしたし、まあ、実際平均的には 30% ですね。クレジットカード使ってる人って 30% 安く見積もるんですよ。俺まあ今月クレカ10万円くらい使ったかなと思ってる人はだいたい13万円使ってるっていうような、だいたいクレカってやっぱり1ヶ月後に先送りしてるから、みんなね見積もりが甘くなってお金を無駄遣いするんですけど、デビットカードとかだったら、まあ、要は銀行口座に入ってる分しかお金使えないし、払った瞬間にお金が引き落とされるから、まあ、現金感覚でキャッシュレスが楽しめるっていうのでね、だからねお金はできるだけ先払いがいいですね。後払いは極力やらないっていうので、そうそう、もっと言うと例えばなんかこうゲームの予約をしますとか、なんかポケモンが来月発売するから、買おうと思ってるんだけど、発売した日に買うんじゃなくて、もう発売前に先にお金を払って予約しといて、まあ、じゃあパッケージ代を6000円先に払っときますと、で払った状態で発売を1ヶ月まだ要は発売までワクワクして受け取るみたいな、まあ、要はお金は先に払って後で消費する、先に払って後で消費するっていうことの方が幸福度高いんですよ。そうそう、で逆にリボ払いとかなんかクレカで払ったものって、まあ、要は先に消費して後払ってるわけじゃないですか。このドーナツをクレジットカードで買って食べたら確かに、ね、ドーナツ食べれてるけど、食べたお金っていうのは1ヶ月後にお金払うわけだから、まあ、要は借金して食ってるのと一緒なんですよ、このドーナツを、うん、それと人間ってやっぱ罪悪感感じて、まあ、要は
満足度が下がるっていう、まあ、だからできるだけ先に払って後で消費するってことの方がいいんですよね。まあ、例えばね、今飲み会シーズンだと思うんですけど、まあ、飲み会の幹事とかやられる方がもしいたら絶対先払いにした方がいいです。例えば、まあまあまあ、飲み会でまあ定額コースとかがあるんだったら、ね、なんか1人飲み放題食べ放題とかで4000円5000円の、まあ、5000円のコースがあったとして、それで先にお金をもらっといて、で、もう当日の支払いはなしみたいな、そうそうっていう風に、またイベントやるときとかもそうですね。イベントやるときに、イベント当日に現金でお金を集めてっていうことをやるよりも、もう先になんかキャッシュレスサイトとかで前払いですね、前払いにしてお金集めておいた方が、その参加者の満足度上がるみたいな、そうそう、できるだけお金を先に払って後で消費するってことやった方が満足度は高いですね。そうそうっていうのがあるので、まあ、それを日常的に、まあ、僕はデビットカードでやってる。またクレカはクレカは、完全にクレカがないと困るんですよね。クレカがないと払えないサービスっていうのがあって、まあ、サブスク系がそうですね。なんか結構インターネットのサブスク払いとかは意外とデビットカード対応してないものもあったり、なんか格安SIMとかそうですね。格安SIMはデビットカード NG で、なんかクレカじゃないと登録できませんみたいなものも一部あったりしてとか、まあ、それ固定費ですね。固定費の支払いを僕も普通にクレカでやってます。でも固定費はだって毎月もう引き落としされるものだから別にね、クレカでいいじゃないですか。だなんか普段なんかご飯を食べるとかスーパーで食材を買うとか、まあそういう都度の買い物に関してはもうデビットカードでやるように心がけてますね。うん、っていう感じです、はい。なんでそのデビットカードだと支払えないサービスがあるかっていうと、デビットカードって要はその銀行口座にあるお金を引き落とす仕組みだから、そのサブスクでお金を回収しようと思った時に、最悪その人は銀行口座にお金を入れてなくて引き落とせないっていうパターンが出てくるじゃないですか。でもクレカだったら最悪その人がお金持ってなくてもね、その枠の上限金額以内だったら絶対お金引き落とせるから、まあ、だからその企業側にとってはクレカで登録してほしいっていう事情があるから、結構デビットカードは受け付けませんみたいなところはちょいちょいありますけど、まあ、普通に考えたらそうですよねっていう、うんうん、はいって感じかな。うんうん、って感じですね。ああ、オリーブはデビットも使えてサブスク系もクレカで払いし、積み立てNISAもできて加味するよ。オリーブ気になってますね。なんか今ね、クレジットカードなんだけど、なんかスマホのアプリで切り替えるとクレジットカード払いモードとかデビットカード払いモードとか切り替えられる、なんか3 in 1のカードありますよね。なんだっけ、そうそう、クレカとデビットキャッシュカードか、キャッシュカードの込みみたいな感じだった気がするっていうので、僕もあれなんかね気になってますね。三井住友でしたよね、はい、っていう感じですね。今後渋さんがやりたいと思ってる勉強会ややりたいセミナーで言うと、まだいけないな。まあ、なんか一応ね、僕今後さっき1月17日と2月と3月、多分ね1月2月3月はちょっと割と東京都内なんですけど、あ、待って、福岡もあるな。イベントあります。イベントが結構あります、ここから。はい。1月にもあるし、2月は福岡でもやるかな。とか、そのイベント、アパートメントさんと一緒にやるかな。っていうので、なんか結構イベント。こんにちは。すいません。多分消えましたね。戻ってんのかな。スマホのバッテリー消えましたね。戻ってんのかな。すいません。っていう感じで。やばい、視聴者が1100人いたのに消えたっていうので、バッテリーがなくなりました。すいません、あとね、戻った、ありがとうございます。多分アーカイブで見てる人は戻ってると思うんですけど、まあ、なんでこういうことが起きたかっていうと、今僕ピンマイクを使ってるんですね、これで。これをその、まあ、最近買ったものなんでも紹介しますけど、この DJI マイクっていうのを使ってピンマイク導入して音が良くなってたんですけど、これね1個欠点があるな。まあ、要はこう iPhone のここにこう取り付けてやるんですけど、これね、充電しながら使えないですよね。これが充電端子が埋まってるから。そうだ、マグセーフ使えばいいのか。それだ。
マグセーフ充電器を背面に差しながらこの USB-C 差せば、なるほど、そうしよう、もうちょっと充電がたまったらっていう感じで。あとね、僕こう広角レンズっていうのをこう使って、ちょっと画面気持ち悪くなるかもしれないんですけど、こういうのを使ってるんですけど、これ使うとなんかね、マイクが埋まって音がね汚くなるんですよっていう感じですね。すいません、バッテリーを切らしました。はい、ちょっと待って、何の話してましたっけ何の話してたか思い出せん。はい、なんかクレカの話してた気がしますけども、まあ、もうぼちぼち終わってもいいのかなあ、イベントの話だ、イベントの話した気がします。まあ一応イベントがいろいろあるのでっていうのと、じゃあまあぼちぼち終わる、あ、そうだ、スパチャが来てるんで答えます。800円花花さん、ありがとうございます。と、質問に答えていただきありがとうございます。私も福岡で個別アドバイスしていただきたいのですが、顔出しなしは厳しいでしょうか、質問ばかり申し訳ございません。と、そうですね、まあまあちょっと要検討、まあ本当は顔出しなしでお願いする、マスクとか、あと部屋の散らかり具合、まあちょっとよかったら花花さん、応募フォームあるので応募フォームで申し込んでいただいて、まあ、ちょっと一旦部屋の様子とか状況をお聞かせ願えれば、まあ、基本的にはちょっと、まあ、マスクまでは許容するんですけど、ちょっと顔出してもらいたいというのが一つ、まあ、結構やっぱ撮影するにあたってやっぱり映り込みとかもあって、そうなんですよ、基本的にはちょっと顔出しをお願いしたりとか、あと概要欄に個別の相談もあるので、まあ、そこもちょっと検討していただければっていう話です。俺ちょっとねトイレ行きてけど、まあもうぼちぼち終わろうかな、はい、っていうので、あとまあ今後上がる動画じゃ最後喋って終わります。はい、で言うと、まあ今後一応片付け企画の動画が、結構ゴミ屋敷、次回はめちゃくちゃゴミ屋敷の人の家を片付けてきたので、その動画が上がるのと、札幌に住んでるミニマリストのエリサさんの家に行ってきたので、まあ、ルームツアー撮らせてもらったのと、で、僕の、片付け企画兼、物減らすだけじゃなくて、さっき言ったのナスねとか、まあ、要は物減らしつつ家のインテリアコーディネートというか、持ち物も見直すみたいな、生活全般見直す物減らし企画と、あと何があるとか、あとイラストレーターの人の片付けと、あと明日も僕片付け行くんで、多分その方なんか50代の方の女性の家の片付けと、あと何かあったっけ、あとあれ、まゆさん、前と僕の動画ですでに片付けてる、お子さんがいたね、家マイホームを片付けた、女性の主婦の方のまゆさんの片付けも撮ってるので、まあ、それは2回目、前回はリビング片付けて、で、クローゼットが終わらなかったからの片付けもそうだし、結構だから割とストックはあるんですよ、編集が終わってないみたいな感じかな。あとあれ、持ち物リスト持ち物リストは一応年末年始僕時間取ってるので更新します。1月の多分10日、1月10日までには持ち物リストを作って、なんかブログ記事に公開してるんですけど、僕持ち物を、それを更新しつつ、なんか動画でも紹介しようかなと思ってますね。もうなんか家にあるもの全部一個一個、まあ、多分もう 1、2時間の動画になりますけどっていう感じで、なんかいろいろちょっと動画は撮ってたり撮ろうと思ってたりするので、よろしくお願いします。はい、っていう感じで、じゃあ皆さんありがとうございました。これが多分年内最後の YouTube になるかな。良いお年を。ではでは、あと最後に引き続き個別に相談したい方は概要欄の LINE から登録して連絡ください。ではでは、良いお年を。